はい。改めまして、こんばんはでございます。重心さんこと、当臨済でございます。本日が5月の9日、金曜日ですかね。なんかね、毎回こう、自分で後で、オンエアチェックっていうか、その、録画のチェックするんですけど、なんか、前回なんだっけ、今日は月曜ですか？火曜ですか？火曜ですね、みたいな話をしたんですけど、月曜でしたね。まあそんなこと今言ってもしょうがないんですが、曜日は間違いないように、今日は金曜日ですよね。金曜日でございます。いかがお過ごしでございましょうかね。まあちょうどカレンダー的に言うと、まあ、ゴールデンウィークですか？が明けての週末ということですかね。まあね、どうなんでしょう。私は別にこう、連休みたいなものがね、なかったんで、まあ、ちょこちょこと何日かお休みみたいな感じだったんで、別になんかね、ドラゲーのシーマさんが、レクサスってトヨタでしたっけ？トヨタ、あ、シーマなら日産に乗ればいいって、その車の名前の話ですかね。まあ、そこから来てるのかな？わかりませんけど。はい。まあ、日産自動車ね。西部警察でね、おなじみの。西部警察でおなじみなんでしょうかね。わかりませんけど。なんだっけ？連休の話？まあまあ、連休ね、明けてね、仕事や学校ね、だりーな、みたいな、ところでございましょうけども。まあ、私はあんま関係なかったというね、そういうお話でございました。はい。どうですかね、最近の、こういろんな話題的なもので言いますと。まあ、新日本プロレスで言いますとね、レスリングドンタクが終わりまして、まあ、シリーズもね、終わって、最終戦が名古屋でしたかね。ドンタクがあって、岡山、名古屋だったのかな、大会ありましたけどもね。そう、ドンタクだけね、ビッグマッチで終わりじゃないんだよね。その後もちょっと続くんだよね。名古屋大会で全部日程終えまして、で、今週末は、まあ、アメリカ大会がもう今週末なんですかね。もう新日本の皆さん旅立たれたようですけども、まあライガー選手もね、ライガー選手ブログやられてますけども、ブログにその旅立つね、メッセージみたいなのもありましたし、各選手ね、いろんな方ツイッターとかやられてますからね、Facebook とか、でね、そうやって海外に行く、様子だとかがね、あとタイ大会って言いづらいですね。まあ、タイ工業か。タイ工業も同時期にやってるのかな。まあ、2班に分かれて海外遠征という感じでございますけどもね。まあ、そのシリーズ終わりました。シンプルです。国内で言いますと、次帰ってきての横浜アリーナビッグマッチ、そしてベストオブザスーパージュニアと、続いていくんですが、まあ、一応、うちとしてはやっぱスーパージュニアの話をちょっとしていかなきゃいけないのかなという。まあ私自身ね、なんかプロレスの内容にこう、どうのこうのっていうことはもう、なんかもう今更っていうかね、まあ散々昔はよく言ってきましたけどね、そのジュニアがどうとかね、なんだとかって、もう何年も口を酸っぱく言ってきたんですが、まああんまりね、言ったところで効果があるのかないのかっていうね、分もあるし、もういちいち怒ってるのもなんかキリがないし、疲れたなというところもあるんですが、まあ、ただね、今年の東京ドーム大会みたいに、やっぱりファンの声が会社を動かすみたいな流れもね、このネット社会から生まれつつあるというか、そういう手応えもね、感じた部分あるんでね、やっぱり思ったことっていうか、もう私自身は今更っていう部分もあるんだけど、でもやっぱりみんなが思ってることというか、まあ、かつてっていうか常日頃思ってることもね、ちゃんと言わなきゃいけないのかなという気もしますがね。何を言ってんでしょうかね。まあ、何が言いたいかと言いますと、ベストオブザスーパージュニア今月5月の末から始まりますけど、出場ね、選手、出場ブロック、まあ、対戦カードね、もうすべて、決定しましたが、まあ、現在の IWGP ジュニアのチャンピオンってありますね。まあ、井伏幸太選手が、出場しませんよと。いうね、ことが、まあ、出場選手発表の段階でね、まあ、当然、発表、出場しませんということになりまして、まあ、一応、
まあ、表向きとしてはその横浜アリーナ大会、そのスーパージュニアの5日前の大会ですけど、25日でしたっけ、で30日からジュニアのね、横浜アリーナ大会で石井選手の持つネバーに挑戦すると、ネバーの無差別級のベルトね、タイトルマッチがあると、まあ、一応それをにね専念するためにみたいな、あ、一応リリースというかアナウンスがあったんですよね。まあチャンピオンが出ない、不在でいうね大会になるということで、まあそれに対してまあ選手、そしてファンもね、いろいろ反応があったわけですけれども、どうなんですかね。まあ、私もツイッターであったり、まあブログの方でもそうですけどもね、いろいろ自分の考えみたいなものは、述べさせていただいておりましたけど、ああこれまたダメそうですかね。まあ、ちょっとローカル録画が続いてるんでね、このまま一応話したいと思いますが、どうですか、つながりましたかね、すいませんね。まあ、選手、ファンの反応といいますかね、まあ、やっぱり面白くない、ね、その特別待遇が面白くないみたいな話も当然出てくるわけですよね。うん、まあ、もともとそのスーパージュニアに出ないという、こともね、含めます。その以前からやっぱりその二団体所属といいますか、そのね、まあ、特にチャンピオンになってからはそうなんでしょうけど、まあ、新日本所属なのにシリーズは一緒に出ないとか、まあ、常にやっぱり特別待遇されてきたことに対して、まあもともと面白くないというね、声はあったんでしょうけども、やっぱそれがチャンピオンなのに、まあスーパージュニアに出ないということでね、まあ一気にそれが爆発したのかなという気はしますけどもね。うん。まあ田口選手がね、まず声を大きく上げましたし、ライガー選手もね、チャンピオンなのに出ないのはどういうことかと。まあ、出る出ないじゃなくて、出ないなら出ないなりの、それ相応の理由を述べよということをね、おっしゃってましたね。うん。まあ、ただ、まあ、そういう感情が出るというのは別に私はいいことだと思うんですよ。うん。いや、昔からやっぱプロレスってそうですけど、やっぱりそのチャンピオンとか、やっぱり、会社にプッシュされる人間とか、まあそういう、そうじゃないにしても、まあ普段の日常のことだったり何だったり、あいつ気に食わねえな、あいつちょっとあれだなっていうのだったり、なんていうんですか、それこそ軍団構想なんかとかもそうなんでしょうけども、やっぱり本当に面白くないと思ってる人間って必ずどこの、まあ普通の人間社会そうですよね、ちょっとあいつ気に入らねえなとか。で、プロレスのやっぱりいいところっていうのは、そういうね、日々の感情をリング上でぶつけ合うことができる。やっぱリング上って戦いの場ですから、あいつ気に入らねえなと思ったら潰せるわけですよ。本来だったらね。ただ、現在の新日本プロレスって、なんか残念なことに。まあ、井口選手、会社が井口選手をどうしたいのかっていうのは、非常に読み切れないところもあるんですが、まあね、ジュニアのチャンピオンっていうかベルトは持たせてるけれども、やっぱりもっとなんかヘビー級の方ですごい試合させたいとか、まあ多分今年も G1 も出るでしょう、きっとね。レイシー選手のベルトも、まあ今回すんなり取るかはわかりませんけども、いずれそのヘビー級のベルトにもこう、なんか知らぬ間にこう、絡んでいくようなことにきっとなるでしょう。多分ね、そうしたいんだろうな、というね、なんか目論みがあるような気がしてな、ジュニアに構ってられないというかね。うん、それだったらそれだったらで、別にヘビー級転向させればいいじゃんっていうね、のもあるんですよ。うん、別にジュニアでいる必要なんかないんですさ。別にウェイトアップするとかしないとかっていうそういう話じゃなくて、ほら、例えばノアだったらね、
まあ、辞めちゃった健太選手もいますけども、いますし、あと、まあ、丸藤選手なんかもそうですよね。まあ、あとは、中島選手とかも一応そうなのかな。まあ、昔は小川選手なんかもそうでしたけどもね。別にジュニアウェイトのまま、その無差別級の戦いに身を投じていくっていうやり方もあるじゃないですか。ね。逆にね、今の、その丸藤選手とかは別にそのね、ウェイトをあえてヘビー級転向しましたよってわけじゃないけども、ヘビー級の枠でやってますよね。逆にジュニアの、ベルトの話とかではね、全然絡んでこないですよね。で、そういうふうにすればいいやんってね、思うんですけどね、別に。いや、無理にほらヘビー級転向とかって体を大きくするとね、その今までのできた動きとかがね、できなくなるとか体に負担がかかるとかっていうんだったら別にそこまでする必要はないと思うんですけど。別にジュニアのチャンピオンであり、そのジュニアという枠で戦うんであれば、やっぱりね、ジュニアの祭典には顔を出してほしいなっていうのは、まあ皆さんあるだろうしね、選手もそう思ってるだろうし。うん。やらないならやらないでいいんですよ、別に。もうヘビー級に行けばいいじゃんっていうね。ただ今はチャンピオンなんだからっていう。ね。すいません、もうジュニアの戦いやめますって言ったら、ベルトをね、返上すりゃいい話だしね、別にそれはそれで。うん。っていう感情もありますし、そういうふうに思ってる人もいますし、逆にそういうふうに思ってない人もいるでしょう。ね。だからファン同士だってこうやっていろんな意見があればぶつけ合えばいいし、それができるのがプロレスですからね。そうやって面白くないと思ってる選手がいるんだったらね、ジュニアを軽視しやがってと思ったら、リーブス選手に挑戦を表明したり、リーブス選手とね、構想というか戦いをしていけばいいんですよ。ただ新日本プロレスっていうのは、まあなんかそういう、出来合いのものをね、こう出してくるというか、新日本なりのやっぱ戦略があるんでしょうね。長期的な戦略というか、こういう風にしていきたいみたいな。なかなかその道を外れたことをやらせてくれないというか、やってくれないというかね。そうやってリアルに生まれてくる感情とかね、そういうものを、うまくこうね、利用して、そのリング上にね、結びつけていけばいいのに、なかなかそういうことをしようとしない。うん、なかなかね、その取り決めの外にね、出てくれないというかね。まあ、それが、ちょっと残念かなというか、面白くないなというかね。うん、やっぱ、綺麗なプロレスってすごいいいと思うんですけどね、品質保証っていうかね。これは本当、なんか、まあ私、そのジュニア、ケイシの話を毎回してるし、その、なんていうかね。やっぱり綺麗なものは綺麗なもので素晴らしいというのもわかるんだけど、なんかいびつなものっていうか、その、なんかイレギュラー感っていうんですかね。うん、そういうものも、なんか、味というかね、うん、いいと思うんですけどね。よくあの CG の話をすると出てくる話で、特撮とかの話でね。なんで特撮、その実写特撮、ミニチュア特撮とか、そういうね、CG じゃなくてそういうものにこだわる、そういうものの良さってなんだろうなっていうのを、語られるときに出てくる言葉なんですけども。やっぱりそのミニチュアとかを爆破させるとか、ね、ビルを倒すとか、そういうのってやっぱりイレギュラーが起こるんですよ。やってみなきゃどう壊れるかわかんないっていうね、そういう、まあ一応計算されてこうなるだろうなというものもとに撮影はするんだけど、撮ってみなきゃその仕上がりの絵っていうのはやっぱ完全にやっぱ読めないわけですよね。そういう面白さ。うん。そう、レールは敷くけども、そういう展開は読めないみたいなね。で、CG っていうのはもうこういう風にしましょうって言ったらこういう風にしかなりませんからね。逆にちょっとイレギュラーが起きませんからね。まあまあ、そういうソフトのバグとかあればわかりませんけども。だからそういう意味でのやっぱり新日本がこういう風にしたいというね、そういうストーリーしかできないっていうのはなんかちょっと面白くないかな。そういうちょっと、余波っていうかそのね、余白の部分を楽しむみたいな、ものがね、なんか失われてしまったのかなという。そうですね。昔の反選手会同盟とかね、平成新聞とかね、ありましたけど。本当にそういう軍団構想。まあ、それがどっからどこまでアングルなのかっていうのもわからないっていうのもあるんですけども、多分おそらく発端はそういう、
選手のいざこざっていうところから、それを本当にリアルにこう転換していったっていうね。ああ、そうですね。本当の、やっぱり本物にはリアルが入ってますからね。別にその CG 技術を全然否定するわけじゃないです。それはそれでいいんですよ。それはそれでいいんだけども、なぜその本当の爆破とかミニチュア特撮とかっていうものが、未だに好む人がいて、それが味として受け継がれているかといえば、そのやっぱイレギュラー部分っていうね、その味ですよね。だからね、何でもその予定調和っていうか、そのいや、それが本当に素晴らしければいいんだろうけど、まあその成功例としてね、 WWE みたいなものもありますからね、あの本当にそういうすごい演出家がいて、もうこういう風にやれば素晴らしいみたいなものもね、当然あるんでしょうけど、そうじゃないものも見たいところでしょうかね。だからやっぱりその選手の声とか、そのコメントとかからね、いろんな意図とかね、そういったものを汲み取って、ぜひそのリング上のアングルにね、こう反映していってもらえればいいのかなと思うんですけどね、なかなかそうもいかないんですかね。だから、これだけの情報社会だから逆にそうなのかもしれませんけど、もういろんな裏も表もこうね、さらけ出しちゃってるから、逆にこう幻想を抱きにくいっていうのはね、いやね、あれはアングルなのか、それとも本当にガチで仲が悪いのかみたいなね、そういった論争みたいなのがやっぱ薄くなっちゃうんですよね。そういうふうにもうやらなくなっちゃったからなくなったのか、情報社会でこうさらけ出てちゃってるからなくなってるのかちょっと分かりませんけどね。えでも本当に仲の悪い者同士とね、戦わせるみたいなね、そういうのってもうないのかね、分かんないですけどね。そうそう、だから選手から不満の声とかそういったものが上がってくるのは大いに結構っていうか、まあそうするべきなんですけどね。それをやっぱ会社がどう処理するかっていうのがね、一番大事なんじゃないのかなと思ったりもするわけでございます。はい。まあ、イブシ選手があとどう思ってるかだけどね、どうなんでしょうね。あの、ネバーのベルトに対してもね、ちょっと弱気な発言が続いてますが、まあ、かといってリング上がダメかといったらそういうわけでもない選手なんでね、リング上では素晴らしいものをきっと見せてくれるであろうんで、ねえ、だから悪くも言えないんですけど、別にね、嫌いな選手とかそういうわけでもないんでね。はい。まあでもそれが新日流なんでしょうかね。その新日流のやり方を嫌う方もいますからね。当然ね。あえてわざわざそんなことしなくてもっていうのね。まあいろんな見せ方があるんだと思いますよ。はい。まあ今日はこの後実は何をお伝えするかと言いますと、試合が2工業あるんでね、ちょっと巻き目でいきましょうかね。お話はこの辺にしといて。まあ、後半はですね、まあ、この後一回仕切り直して、後半いきますが、先日、4月28日、そして29日ですね、行われました。28日がレッスル1のアオーレ長岡大会。そして29日が、フリーダムス、プロレスリングフリーダムスのときめっせ大会、この新潟県ですね、行ってきましたので、この話を、しようかと思います。それでは、前半はこの辺でということで、以上でございました。はい、後半戦でございます。後半戦は先ほど言いました通り、工業の話をしていきたいと思います。今日は2工業あるんでね、これトータルで写真がどぐらいでしょうね。3万枚ぐらいありそうな気がするんですが、どれぐらいでいけるのかな。まあ、ちょっと出していきましょうか。
実はレッスル1とフリーダムスと続くんですが、どちらも実は初観戦ですね。レッスル1はね、昨年できた団体なんで、まだちょっと見に行く機会がなかったんでってことですが、フリーダムスも意外とっていうか、なかなか縁がなくて見に行かなかったですね。はい、写真も出ますかね。はい。レスラーのアオレ長岡大会でございますが、アオレ長岡はもうすでに、うちの配信でも何回か出てきましたね。ノアで2回ぐらい見に来ましたかね。ノア以外でアオレに行くのは、これが初ですかね。はい。まあ、会場の使い方としては、まあ、大体ノアと同じ感じでしたね。まあ、ただ、レッスル1って、毎回こう、ちゃんと鉄柱とか立つでやるんですよね。まあ、そこはノアとは違いましたけど。体育館の半面を使いまして、一応公式発表では550人というね、発表でした。まあ、大体そんなぐらいの人数でね、やっております。体育館の半面ですからね。はい。レッスル1、初めてでしたけども、まあ、映像とかではね、当然、旗揚げ戦から、まあ、何試合かちょこっと見たりはしてましたけど、生ではね、初めてっていうか、大体ほら、そういう映像になるものって、大体なんていうんですか、そういう中央の試合がね、ほとんどですから、なかなか地方工業でどういうことをやってるのかっていうところまではね、わからなかったんで、本当に初体験でしたね。まあ、これちゃんと入場ゲートとかね、花道とか、ちゃんと作って、ね、やってました。それで映像がね、なかなかこう、凝ってるなというか、こういうカウントダウンからね、始まりまして、これまだ30秒ぐらいから、ここからだいぶ長いですけど、こういうね、オープニング映像みたいなのから、あと、ね、なんていうんですか、煽り V っていうんですかね、ああいうようなものまで、非常に、丁寧に作ってありましたね。でね、その、まあ、比較してあれなんですけど、ノアもね、結構そういう取っ手出しの映像みたいな、その、例えば長岡大会なら長岡大会のね、そういう専用の煽り V みたいなの作ってありましたけど、あれ多分ね、ほとんどなんか普通のハンディカムで撮ってそのまんま出すみたいな、非常に手作り感のある映像なんですけども、レッスル1はどっちかというと、アメプロみたいな、そういう、なんていうんですかね、まあ、実際のところ、どこでいつ収録してるのか、まあ、本当に当日撮ってるのか分かりませんけども、なんかそういう雰囲気の、まあ、バックステージの映像っていうかね、ですね。やっぱ当然、まあ、武藤さんもね、WCW とかでやられた方ですから、意識してる部分があるんでしょうね。で、オープニングは、甲斐選手ですね。挨拶、ありました。これなんか、ちゃんと写真に見えるといいですね、この後ろの、レッスル1のロゴがこうちゃんと動いてるのが分かっていいですね。はい。甲斐選手お話ありまして、まあ今、ちょうどこの後5月4日ですか、東京ドームシティホール、でのビッグマッチがね、開催されるということで、そこに向けての、なんだっけ、五大地獄だっけ。なんかこうシングルマッチを連戦を組まれてるんですよね。レッスル1には、曽谷学さんという、なんですか、マッチメーカーか、がいまして、その人が、まあ、なんかいろいろそのマッチメイクの権限を振るっていろいろやってるんですよね。で、まあ、それに、まあ、異を唱えたのが、まあ、この甲斐選手で、で、いろいろ構想になってて、で、5月4日は、東京ドームシティホール大会では、ちょっとそのね、マッチメーカー、曽谷学選手との一騎打ちがね、組まれてたわけなんですが、それに向けての、流れがあったということですね。はい。はい。で、やっと第一試合ですが、第一試合がね、アンディ・ウー対
稲葉大輝さんですね。稲葉選手はレッスル1デビューなんで、私もちょっと初めて拝見する選手ですね。アンディ・ユー選手は、まあ、全日本時代にも、まあ、拝見してましたけども。アンディ・ユー、全日本、そうね、全日本時代何試合か確か見てますよね、後楽園でね。はい。アンディ・ユー選手は、まあ、一応なんだろう、中国系ってことなんですかね。そういう拳法とかを使う、まあ、マスクマンですけども。稲葉選手はもう、だから、レッスル1旗揚げ後のデビューだから、まだデビュー1年しないってことでしょうかね。はい。まあ、新人同士の、まあ、軽量級の戦いになります。で、アンディ・ユー選手は、あれだね、メキシコにこう行ってて、そっから、そうだね、あの全日本の末期にはいなかったんだよね。で、海外遠征中にレッスル1にこう合流するような形でしたっけね。はい。で、このなんか、試合中もこうビジョンが動いたりするんですね。ね、なんか後ろの目が動いてますね。ドロップキック。そして場外プランチャー。でね、レッスル1ってあれですよね。事前にこう対戦カードの発表がないんで、当日まで一体何が行われるかって分かんないですよね。一応なんかその軸になるようなカードっていうか、その、例えばこれだったら、その、ソヤ選手とカイ選手のね、流れがあったから、その、シングルマッチの、連戦みたいなのがね、配れてたから、そういうのは発表ありましたけども、その他のカードに関しては、一切わかんなかったんですよね。で、一応、誰が参戦するみたいなことは、参戦選手一覧みたいなのがあったんで、あ、いろいろね、名前が書いてあったんで、あ、じゃあこの日は、じゃあ菊太郎選手出るんだな、とかいろいろ、そういうのはわかったんですけど、じゃあな、どういう試合なのかみたいなのは、ちょっと事前には分かんなかったですね。まあ、試合カードが出てる大会もあるんですよね。興行の作り方としては、なんていうか、あんまりね、他にない感じなんで。で、一応、あれか、その日の興行の開始の時に一応発表するんでね、その安倍さん、リングアナのね、確か言ってた気がする、映像と一緒にね。どうなんだろうね、レッスル1ってあんまりこう評判、まあわかんない、私がたまたま、私の大体プロレスの情報ってその大体ツイッターとかだったりするんですけども、まあどうしても私の場合、ほら、まあフォローされる人とかってやっぱりね、新日本絡みの方とか、あとはまあインディー関係の方とか、ほとんどなかなかレッスル1をこう、熱心に見てるなって方と、あんまりこう、そういう人の意見見ないんですけど、どうなんでしょうね。たまたま私の近くにいないのか、本当にいないのかまでわかりませんが。まあ、いないってことはないでしょうね。お客さん入ってますからね、それなりにね。さあ、ロープへ。ロボットップからの。さあ、逆に、返していきます。そして、トップからの、一回ここはかわしまして、キック。
そして飛び乗ってのス、これはスイング DDT でしょうかね。いきますね。スイングしての DDT。さあ、さらにトップに登って、ここはミサイル機かな？いや、ボディアタック。さあ、これはカウント2で返します。で、ここは丸めていくかと思いきや、これは固め技締め上げていきます。これでギブアップですかね。はい。これで勝ちました。これがね、確かなんだっけ。パンダ締めという噂ですね。まあ、中国ってことなんでしょうかね。はい。で、アンディウ選手が取りました。ということでございます。はい。そして第2試合。菊太郎 VS レネ・デュプリ。レネ・デュプリは、デスペラドですね。はい。シングルマッチです。菊田選手、入場時に、酒樽を持って、一応新潟だからってことですかね。お酒、吉野川かなんかを持って入ってきてました。よく鏡割りとかに使われですね。まあ、菊田選手、お酒はほとんど飲まない方なんですけどもね。お酒持ってきてましたね。まあ、なかなか大きい相手に、まあ、最初はね、場外逃げ回ったりするような動きも見せたんですが、結構やられてますね。大きく投げられてますね、ドライブ。かなり一方的ですね。大丈夫でしょうか。そして、アトミックドロップ。これはかなり腰を痛打。さあ、そのまんま 降りてしまいましたね。また逃げ出してしまいました。さあ、そしてやる気を出したんでしょうか。さあ、張っていきます。そしてボディスラム上がらない。さあ、キックで返していきます。さあ、ボディスラムいけるか。なかなか上がりません。逆に投げられてしまうんですね。お、ここは体を入れ替えて。キックからのボディサブ。来ましたね。なんか、淵さんっぽいですね、あのね。ね、あ、すごい体。デュプリ選手がね。そして、これはシャイニングウィザード行くところでしょうかね。ラブポーズからの、そうですね、このファインダーを眺める仕草。これはもうまさしく、シャイニングキクザードですかね。そう、いやーというとこだったんですが、ちょっと時間かけすぎましたかね。立ち上がってきてしまいました。ね、これもう、ね、なんだうるせえなと、いやーと決めてるんですが、これはもうね、志村後ろ後ろの状態ですね。後ろ見たら、ちょっと来まして。さあ、これはブレンバスターの体勢ということは、ご挨拶でしょうかね。はい、どうもレッスン1、ご来場誠にありがとうございますというところですかね。まあ、いろいろ挨拶がありまして、では、宴もたけなわでございますが、この後でお別れしたいと思います。ブレンバスターというと、投げられるという一連のやつですね。はい。たまに成功したりするんですけどね。まあ、これは通常のパターンですね。はい。これで本当に決まったんだ。え、ブルーマスターで決まったんだっけな。
その後はね、ブレンバスター返して、なんか投げ技みたいのがあって、だったね。その写真は多分ちょっと抜けてますが。そうだよね。ブレンバスターの体勢じゃないですもんね、これね。ブレンバスター投げがあって、その後、なんか、道ドラみたいな技があってですね。はい。リブリ選手が勝ちました、ということでございます。まあまあ、あ、そうですね。これで先ほどその、あ、旭山ですね。私、吉野川と言ってしまいましたが、旭山でしたね。これ間違えてはいけませんね。新潟のお酒ですからね。まあ、どっちも新潟のお酒なんですが。旭山だよな。これさ、写真にはなかったですが、菊田の選手がね、入場してくるときに持ってきた酒樽なんですが、まあ、一応勝利者賞として、リブリ選手に、送られました。旭山でございますね。新潟県の日本酒でございます。はい。次、続いてまたグレン隊登場ですね。高山義弘、野沢論外、正田 VS、近藤修司、中野上野、安文、そして、吉岡正樹さんっていうんですかね、この方はね。この方も、レッスル1畑後の選手でしたっけね。はい。吉岡選手、初めて拝見出しますね。そしてレフリーは村山大地さんですね。高山選手、この前の週でしたかね、ノアの新潟大会にもね、来てましたが、ね、翌週またレッスルワンで登場ということでね。はい。なんか、私、あれですかね、東京グレン隊を東京以外で見るのはもしかしたら初めてかもしれないですね。いや、当然、ほら、全日本とか、ほら、ツアーで回ってたから、全国行ってたのは、そうなんでしょうけど、私個人だと、そうだね、東京グレン隊って東京でしか見たことないね。うん、いや、散々ね、いや、グレン隊の興行もよく行ってたし、この人たちの試合をね、よく見てたんですけど。そして中野上の安文選手。今なんかこうね、小島聡選手みたいな、あれオレンジカラーが入ってるんですね。そして高山選手。高山選手やっぱでかいですね。でもこういう、どちらかというと地方工業というか小さいね、ところで見ると、よりでかく見えますね。そういえば先週もなんか高山選手の話したような気がするな。その森島選手と高山選手が戦ってる話をなんか、そういえばしたような気がしますね。やっぱ高山選手、やっぱね、知名度もあるし、大きさもあるから、やっぱりそういう、なんだろう、このやっぱ地方に来たから、自分家の近くに来たからちょっとプロレス見に行ってみよう的なね、方いらっしゃると思うんですけど、そういう人にやっぱすごい伝わりますよね、やっぱね。はい。これ吉岡選手ですかね、この青いパンツの方がね。そして野沢論外選手。使っていきます。なかなか近藤選手が出てこないですね。グレン隊工業を見に行きたいですね。次、確か7月7日、七夕の日ですけど。グレン隊工業。次は新宿フェイスでしたっけ？ね、ありますけどね。グレン隊工業面白いんだよな。高山選手軽々と投げてきますね。さあ場外で落としておいてキック、そうですね、ビッグブート。シテルンガイ選手の蹴り、破壊していきます。
確か、これが4月の29日なんですけど、この前日の28日には、新潟県の柴田大会、ね、レッスルワンありまして、柴田で試合あったんですけど、柴田で試合が終わって、新潟市の方で宿泊して、で翌日長岡みたいな、そういう日程みたいでしたけどもね。菊太郎選手とか、大体ロンガ選手とか、グレンタイのね、仲間でこう動いてるんでしょうけども、その前日の試合入りの時に、まず菊太郎選手が、ニーツというところで柴田に乗り換えに行く時に、磐越物語という SL に遭遇したってね、ニーツでなんか20分ぐらい乗り換えが時間があったそうで、その間に SL に遭遇したというね、磐越物語というのは確か新潟から、会津とかあっちの方まで抜けていく、そのイベント列車っていうか、結構定期運行でもないのかな。そういう結構頻繁に走ってる SL のそういう特別列車があるんですけども、ね、磐越物語にね、遭遇したということ、非常にね、SL 見て喜んでましたね。私も前何かの時に新潟駅に行って、多分 SL の写真撮ったなんていうのをこの配信で配信ではしてないかな。なんか、なんかで出くわしたことありますけどね。磐越物語に乗ったことはないんですけども。はい。っていうのがありまして、で、新潟、柴田の試合が終わって、新潟に宿泊になった時に、古町というね、新潟の、繁華街っていうか、なんかそういう、なんか、商店街というか、アーケードみたいなところがあるんですけど、新潟といえば、水島新司先生、ね、ドカベンとか、アブさんとかね、ああいうやつですけど、作者のね、方がいらっしゃったんですけど、そのね、古町というところに、ドカベンさんとか、そういう水島先生のキャラの銅像みたいなのがね、立ってるんですよ。別に新潟の方はそんなに珍しくないんですけど、やっぱね、地方じゃねえやつ、やっぱ中央からっていうか、他の地域から来た人にとってやっぱり珍しいみたいでね、菊田選手とかそれを喜んで写真撮ってましたね。撮って、ネットに上げてましたね。はい。ね、岩城選手のね、写真とかね、山田太郎選手とか。ちょうど岩城選手なんかね、古町のね、セブンイレブンの前に立ってましてね、前、なんだっけ、酒井義弘さんも、なんか、そういう、なんだっけ、岩城さんにこう、締め上げられてるみたいな、そういう構図の写真をね、アップされてたこともありますけどね。酒井さんは地元なんですけどね。私もなんかで新潟行った時に、なんか岩城さんとか、里中さんはいなかったかな、わかんないけど、なんか写真、ツイッターに載せたような気がしますけど、昨年ぐらいですかね。はい、やっぱみんなやっぱ気になるんですね、あれね。はい。ね、ここは長岡なんてない、それはないですけどね。グレンタイと言ってそれを思い出しました。さあ、キックで返していきます。本当に小島選手みたいですね。このラリアットとかしてね。当時、小島選手も全日本だったからね。その頃に入団してきてるから、なんか、憧れみたいなのもあったんでしょうかね。もしかしたらね。さあ、グレンタイ、ロンガイ選手も、これもシャイニング、ウィザードでしょうかね。菊田選手に続いて、見えを切ります。そして、これ決まりました。シャイニング、これはロンザードなんでしょうかね。確かね。バックロック、そしてブレンバスター、そして手を上げます。上ってのエルボー、吉岡選手が場外に、これはケブラーですかね、飛んでいきます。さあ、そしてエルボー打っていきます。振り抜き式のエルボー。さあ、そして、さあ、腕を上げて、ここはラリアットでしょうか。もう本当、小島ムーブですね、この辺はね。
さあ、行きますか。あ、これ、あ、ラリアット、エルボーですね、これはね。ランニングエルボーですか。これで決まりましたかね。なんか技の名前ついてるんでしょうか、これは。ノックアウェイという技なんですね、このエルボーはね。ノックアウェイ。なるほど。はい。というところで、試合終わって、安倍さん、リングアナの呼び込みがありまして、まあね、皆さんがもっと喜んでいただける方をお呼びしますよ。いいですかということで、武藤敬司登場ということでね、まあ試合はこの日なかったんですけども、武藤さんがね、いらしてくれました。はい、武藤敬司入場でございますね。武藤さん見るのなんとか久々な気がしますね。昔は結構よくね、ちょくちょく全日本とか見に行ってたからあれなんですけど、最近あんま行ってなかったからな。うん、で、まあ、差し当たってさ、とは言ってませんでしたが、新潟県といえば、ジャイアント馬場さんの出身地。ね。そして、俺の先輩のキラーカーンさんの出身地ってことでね。新潟をそういうふうに、言っておりました。ね。キラー、まあ、ジャイアント馬場さん、そして、ジャイアント馬場さんの出身地、そして自分のね、先輩でもある、キラーカーンさんの出身地だと。キラーカーンの出身地って言っていいんですかね？まあ、みんな知ってますけどね。別にキラーカーンが、ね、小沢さんで、新潟県出身だってことはみんな知ってますけど、ね、一応アングルというかね、まあまあもういいのか、そんなことは。はい。ということでね、言ってました。で、レッスン1初の長岡大会ということでね、お挨拶しておりまして。またね、なおかに帰ってくれるようにこうねしたいと、そういうのがなっておりまして、でそのまま講義の方は休憩時間に入りまして、休憩中にね、その武藤敬司さんのサイン会も行われておりました。はいはい。で休憩明けて歌のコーナーですね、白い人が入っていきました。浜亮太大和宏 VS レオン・ヴァン・ガステレン、そして、エッキー・エクシュタインですかね、のタグマッチですね。はい。その外人2人はドイツから、来てる方ですね。で、このレオン・なんちゃらさ選手の持つベルトに、一応ヤマト選手がその5月4日ですか、挑戦するという流れ。まあ一応、だから前哨戦に当たるんですかね、これはね。はい。ね。大和選手にいつもね、その自分が歌ってる入場曲でね、入っていきますからね、入場しながらこう一周しておりました。はい。で、大和宏選手としてはやっぱり同期である、三田選手とか海選手がね、こうビッグマッチで大きい試合組まれて、三田選手なんかね、TNA の X デビジョンのベルトを取ったりしてね、活躍してて、そういうなんか同期に取り残されてるというね、非常に焦りを見せてまして、で、そんな中、その、まあ、ベルトにね、挑戦するというね、チャンスを得たんで、それをぜひ、こう、生かしたいというね、まあ、そういう流れになっております。まあ、そういうのもね、いろいろ映像もそうだし、まあ、本人が語る部分もね、あるし、まあ、だから私なんか、レッスルワン、まあ、普段そんなチェックしてるかって言ったら、チェックしてなかったし、まあ大きい大会でね、例えばサーナーがベルト取ってとか、そういうことは知ってますけども、細かいことまでなかなかね、まあ直接やっぱ見に行けばあれなんでしょうけども、なかなかそういう機会がなかったんで、ね、ましてやね、初めて拝見した興行ですから、なかなか細かいことまでわからなかったんですが、ですけど、見に行っただけで、そういろんなね、ちゃんと説明がなされているので、非常に流れもね、わかると。いいね、そういう作りになっています。で、浜選手、相変わらずでかいですね。うん。大和選手はね、白いしね。で、ドイツの2人なんですが、どちらかというと、そういうなんか派手なことをするというよりは、やっぱりなんだろうね、ヨーロピアン、レスリング的な選手なんでしょうかね。どちらかというとね。
サウス場外飛んでいきます。ヨーロピア的なんでしょうかねとかって言ってたらいきなりトップやってたねまあまあいいでしょう、大技ね出しておりました。そうだね、こっちの方はね、こっちの坊主の方がレオン・バン・ガステルン選手ですけども、そうじゃエッキー・エクシュタイン選手はね、こちらはどちらかというとこういう感じの、ね、ツーショルダーですからレスリング的な選手なんでしょうかね、もしかするとヨーロピアンテクニックを見せてくれるんでしょうか。さあスプラッシュかけていきます。おっと太陽クレラスのボディアタック、ニールキックに行くかと思ったらそうじゃなかったですね。背中でぶつかっていきましたね。サイドボーっていきます。サロープ振ろうとしたんですが行きません。さあ、パートナー呼び込んで2人で行こうと。2人ならロープに2人も行きません。手が吸い抜けてしまいました。吸い抜けたところをライアットですがね倒していきます。そして山本選手に交代。さあスピア、そしてフロントスペックスですかね、ホールしていきます。さあ、そしてコーナー、すごい首ぐんにゃりいきましたけどね。これすごいね。お尻のスプラッシュ。ここはまだ当たってない。そして当たると、ここまでぐんにゃり。これですよ。すごいね。さあそしてストンピング一発いってセントーンズか。さあ畳みかけたいところをブレンバスターがないか狙っていきますが上がらない。さあロープはしたところをカウンターベアハグからのフロントスペックス、ここは気合で立ち上がります、山本選手。エルボー、連発しますね。切り返します。そしてロープで振っての、キックで返、お、キックじゃない。これは、ヘッドシザースか何か、あっと思ったんですが、パワーボムで切り返される。そしてトップからの、ボディアタック、そして、ヘッドバット。ヘッドバットからの、おっと、ここは、バックを取ったが、ロープのハンドを利用する。ステラ、ありがとう。ここは2で返しますね。さあ、フィニッシュ宣言でしょうか。そして、これはガンスタンでしょうかね。こう外人のこの坊主の方はこういう技使いたがるんでしょうかね。山本選手ちょっと口のあたり切った感じですかね。ガンスタンですかね。ガンスタンではないですね。ゲルマンカッターと言いますね。
はい。ベルマンカッターだそうです。まあ、もともとはガンスタンってそうだね。ダイヤモンドカッター系の技だよね。なんとかカッター。昔はほら、あれやるとほら、こじこじカッターだったり、カッキーカッターだったりするけど。ね。ベルマンカッター。ジャーマンですけどね。ジャーマンが使うジャーマンスーペックスのどっかにあったな。だから、近くのお客さんがね、ドイツ人が使うから、ジャーマンのジャーマン、本物のジャーマンだみたいなね、ことをね、なんか言ってましたね。はい。ということでございました。ドイツ組の勝利ですね。さあ、そして、攻撃の方はセミですかね、これがね。セミかな？はい。6人タッグマッチ。船木正和、田中実、金本浩二、VS、レスペラード、河野正幸、蔡良治、カズマ坂本ですね。はい。カズマ選手、そういえば、私、帰国してから見るの初めてですかね。あと、千葉以外、あ、千葉、東京でも見たことあるか。それ以外で見るカズマ選手ってもしかしたら初めてかもしれない。そしてなんか場外乱闘からスタートしたんですが、なぜか河野選手と船木選手が2階席でやり合うと。この日は2階席は特に開放してなかったんで、お客さんはいないんですけども、2階席までね、乱闘が飛び火したという状態ですね。そして蔡選手。で、ミノル選手、金本選手。相変わらずね、皆さん、コンディション良さそうでしたけどね。で、まず、ミノル選手がこう、ちょっと、捕まる展開になってしまいましたかね。はい。ミノル選手はね、レスラーの中では、20周年の記念興行ですか。をね、後楽園ホール大会でやりまして、で、一応メインイベントで X としてね、用意されていたのが、藤原組長、そして重心サンダーライガーというね、この二人を投入してきたというね、20周年記念大会でね。いや、さすがに私もね、そこまで、ライガー選手が出るなんていう情報もなかったし、そういうヒントもなかったんで、私ね、観戦に行けませんでしたが、ねえ、そういう サプライズでライガー選手が出てるって、しかもその試合中に、なんていうんですか、怒りの重心が流れることによって、あれが選手出てくるんだというね、そういうサプライズですからね。それ、会場にいたら、もう、びっくりするだろうな。まあ、会場にいなかったんですけども。はい。そんな田中実選手は、その20周年興行第2弾を確か、どこだっけ、関西でやるんだよね。京都だっけ、大阪だっけ、京都かな、わかんないけど。やるんですよね。まあ、それは確か事前にカード発表になってるんで、まあ、ライガー選手が出るというような時はないと思うんですけどもね。はい。レスランって、だからライガー選手が出ないとも限らないのね。いつかなんかで出るのかな。たまたまそういう記念の X さんが出ただけなんでしょうかね。なんでまたね、記念試合となるとみんなライガーさん呼びたがるんですね。3選手もそうだったでしょ。で、この前ほら、ブラックバッファロー選手。まあ、今はブラックが取れてバッファロー選手かな。ねえ。あと、野橋太郎さんもね、まあ、ちょっと何年か前ですけどありましたしね。ね、記念試合で呼ぶんですね。で、私も10周年とかには、ライガー選手呼んだ方がいいですかね。10周年まであと3年ぐらいありますけどね。その3年の間に並んでいいほどのものになるかどうかはわかりませんが。ね、10周年記念大会。どこでやりましょうかね。ロフトプラスワンとかがいいのかな。どうやったらそういうところでイベントが開けるか、まだそういうつてがわからないですけどね、私の場合はね、何にもあれがないから。はい。もう気がつけば7年ぐらいここでやってるんですね。2007年デビューですからね、私ね。さあ、キック。2で返します。あ、ちょっと待って、写真が、ここで一周ですね。ここで1万枚の合図ですね。ちょっとしばし、お待ちを写真を切り替えますんでね。
ホルダー2番。はい。こんなですかね。なんか1万枚以上になってもなんかいいようなシステムねえかな。まあまあ番号の振り方なんですけどもね。はい、ちゃんと試合続いてますね。大丈夫ですね。さあ、そして和馬選手が腕をぶん回して、これはクスボンバーでしょうかね。クスボンバー、こうやってお願いします。膝に行ったんですが、これは避けられます。セミノル選手のジャマン、そしてニールキックからの選手、ステフナキ選手のこれはハイブリッドブラスターでしょうかね。落としていきます。さあ、そして金本選手もこっからのプランチャー飛んでいきます。さあ、そしてミノル選手のキック、側頭部にキック、すかさず抑えていきますが、これで3つ入りましたね。はい、まあ蹴り特に名前ないですね。側頭部への、後頭部への蹴りかだそうです。で、まあね、試合後も納得いかない感じのデスペラード軍でしたが、まあ宮瀬氏3つきちっと取ったというねところですかね。やっぱこの3人やっぱかっこいいね。やっぱね、なんだかんだ言ってね、いろいろ思うところや言われるところもあるんでしょうけども、単純にやっぱかっこいいね。うん、はい。そしてメインですが、甲斐選手に対して、曽谷学ぶ、マッチメーカーが仕掛けた、五大地獄。ね、普通5番勝負とかっていうものなんですけどね、シングル5大地獄というのがありまして、この日は、スピード地獄という、なりまして、カズハヤス選手のシングルになっておりました。はい、まあ、マッチメーカーに言われたら試合しなきゃいけないんですね。ね、マッチメーカーと仲悪くても。はい、まあ一応その5月4日の東京ドームシティホール大会でマッチメーカーとの一騎打ちを控えてるんですが、やっぱそれまでにね、このね、地獄を乗り越えて来いというね、ことなんでしょうけどもね。はい。この日はカズハヤス選手とね、一騎打ち。カズ選手なんかすごいイメージ変わりましたね。なんか髪を、この写真だとほらなんかすごい髪を整った感じというかね、後ろにこう束ねてるんですか？ですけど、この日はもうもっさもっさでだいぶ髪伸びてたんですね。なんか下手したら、あの、大阪からクワイットストームが来たのかなとかね、いろいろ思いましたけどもね、ちょっと体型が違うかなという感じですがね、そう、ヒゲもなんか似てるよね。うん、ストーム選手。ストーム選手とはもっとなんていうか、ギュッとね、体格を縮めた感じですけどもね、パッと見顔はなんと似てなくもない、この髪型だとね。どちらもああいう濃い感じでね、濃い感じっていうか、カズハヤス選手は日本人なんだけどね。ね、ストーム選手どうしてるかな、元気ですかね。ね、海援隊の頃はよく拝見してましたけどね、海援隊の頃は、ストーム選手ってあの、よく UWA ミドルをね、よく巻いてましたけどもね、クワイトストーム一番つってね、やってましたけどね。強かったな、まあ、全然ストーム選手のことは関係ないね、この試合はね。カズハヤス選手だよね。はい、キック打っていきます。カズハヤス選手、でも若干ですかね、ウエイトが増してるというか、感じですかね。はい。ちょっと体はぷっくらしてるような気もしないでもないですが。甲斐選手を見たのはいつ以来だろう。あ、そうか、全日本プロレスで去年見たか。
チャンピオンカーニバルかなんか、確か去年見に行ってる気がするんだ。秋山対甲斐っていうのをね、確かね、三条の体育館で見たよ。で、その後全日本プロレスも三条大会あったけど、三条、なんか全日本の旗揚げの日にやった、世界タッグやった日。あの時はもう、レッスルワン分裂後だったから、ね、そっちの選手はいなかったですけど。サウデを殺しに行きます。甲斐選手は腕を痛めてるんでしょうかね。そこをさらに狙っていってるって感じでしょうかね。なんかサポーター的なのしてますよね。肘のあたりね。若津選手はその辺を念入りに攻めていってますね。だいぶ腕きつそうですね、攻められてね。もうそこ、打撃もそこに集中して打っていってるんですね。エルボーというか、張っていってるのかわかりませんが。ねえ。普通こう胸とか顔とか張っていくものなんですけどね、腕を張りに行ってますね。ピンポイント。さあ、ロープに振って、ここは技に行こうとしたんですが、キックで返されます。さあ、蹴りをかわしての、うわ、ここはなんか切り返し行ったところで強引にジャーマン投げてきました。そしてキック。からの、ブレマスター。さあ、そして、甲斐選手飛んできます。プランチャーですね。プランチャーってなくて、トペですね。まっすぐ来ましたね。なかなか、さっきまでね、こっち側に飛んでいく選手ほとんどだったんですが、今度こっち来ましたね。このアングルはなかなか、私のカメラ的には珍しいアングルですね。こっちに来た。はい、目の前で場外戦を繰り広げられました。はい、さあ首をかっきるポーズからの、さあそして足を畳んでおいて、これなんでしょうかね、井上選手のスタガリンブローみたいな感じですか。あ、違いますね。さあバックエルボーからの、腕が気になりますがひっくり返していきます。そしてカズ選手が腕を上げて、さあ何に行くのか、ファイナルカットでしょうかね、この体勢はね。さあファイナルカット行くぞなのか、エルボー合戦。さあロープってハンドスプリングのエルボーと向きゃハイキック、ジャンピング入って、そして、ファイナルカット。さあ、決まったぞ。返してきます。さあ、もう一発いきますかね。気合を入れます。さあ、今度は、担ぎ上げての、ここは手を入れ替えます。すぐさま立ち上がってソフトボールの蹴り、さあ抑え込む。返しました。そして、ひっくり返す。ロープへ行ってのセカンドロープからのハイキック。ジャンピングのハイキック。これ、レッスル返す。そして、もう一回。足を畳んでおいての、これ、スタガリンブローみたいなブレンバスターはこれ何でしょうかね。人技の名前あるんでしょうね。これも返す。そして、トップからの、ここは膝が待っていた。
そしてフェイスロックに行く。さあ、近藤選手も見守っていますよ。ここはロープへ乗られるか。おー、すごい角度で締め上げていきます。村山大地選手さんも、村山大地レフリーも、チェックに入りますが、これ返したんでしょうね。さあ、そしてチョップで、さらに腕を、ね、腕に行ってますね。完全に腕攻め。サイドも振り抜き。なんだこのマウスを使う手も使えちゃうのこれね。さあ、エルボー。さあ、エルボー連打。まだ行く。さあ、そしてロープ走っていってのカウンターの、わあ、すごい。ファルコンアローでしょうかね。これは返していきます。さあ、そして、ここら辺で決めたい。さあ、パワーボム上がるか。よっと、上がらない。ここはリバースで返していきますね。はい。だいぶ長くやってますね、これね。どんぐらいやったんだろう。さあ、ここでもう一発いきますか。さあ、今度は上げたぞ。さあ、シットダウン式か。うん、そこで返されたところをすかさず上から飛んできました。これはどうだ。これで決まりました。はい。スプラッシュプランチャーですね。はい。で、取りました。カズ選手から取りましたね。すごいですね。なかなかね。はい。で、まあ、メインね。無事、勝利で終わることができました。まあ、これでね、東京ドームシティホール大会ね、まあね、向けて勢いづいたかなというところでございますが、で、この翌日ね、仙台大会レスラーあったんですけども、まあ、そこでの相手で、この田中美濃選手がね、出てくるということでね、最後、挑発しておりました。で、ちなみになんですが、その東京ドームシティホール大会、曽谷選手とね、一騎打ち、行われたんですけども、甲斐選手が見事勝利を飾れたそうです。というね、ことでございます。はい。という大会で、ことで、以上でございますね。だいぶ疲れたな、もう。一試合、一工業やだけでやっぱ一万何千枚とこう写真があるからね。これすごいね。はい。というレッスルは、アオレ長岡大会でございました。まあ、初めてのね、アオレでのっていうか、初めて見に行った、レッスル1だったんですけどね。まあ、面白かったって一言で言ったらあれなんですけども、非常に、なんて言うんでしょうね。やっぱりその、よくノアに対して私が映像とかがね、こう、なんか説明とかきちんとしてて、非常に丁寧な興行だみたいなね、ことを常日頃言ってますけども、ノアの大会でね。ですが、その、さらにもう一段階丁寧だな、というのをね、感じましたね。その、まあ、ノアと比べてどっちがいいとか悪いとか、そういう話じゃないんですけど、非常に手が込んでるな、というね、レッスル1に関しては。その映像一つにしても、なんかそこら辺のカメラで撮った撮って出しみたいな映像じゃなくて、きちんと、こう、なんか、本当にアメプロのバックヤード
バックステージを取ったようなね、ああいうか仕上がりの映像でしょう。ああいうのは非常に雰囲気だし、作り方もそうだし、なんか非常に廊下を歩いてこう、どうのこうのみたいなね、そういう部分を含めて。まあ、非常になんか、手が込んでて面白いなという印象を受けましたね。はい。といったところでございます。もう一工業あるんですが、ちょっと飲み物いいですかね。はい。次は、フリーダムスの、新潟、ときめっせ大会というのをね、お伝えします。ちょっと待ちください。はい。写真出しましょうかね。はい。ちょっとずれてますね。こちら、ときめっせという会場でございます。ときめっせっていうのは、私っていうか、世間的にも同じですけども、大仁田選手のね、電流爆破をやった場所ですね。新潟大花火。越後大花火ですかね。やった会場でございます。まあ、ほら、幕張メッセとか、なんとかメッセって言ったら大体こんな作りですよ。コンクリのね。ここは本当はこうシャッターってなって、ここ壁開けるとブチ抜きでもっと広く使えるんですよ。よく私が行くほら東京ゲームショーとか、ワンダーフェスティバルってのはね、幕張メッセでやってる、まあそういう展示場みたいなところですけどもね。まあそこの一面を借りまして、まあこんな感じで。まあここの会場を使うにはちょっと、こじんまりした作りかなという感じなんですが、まあ新潟市っていうね、場所が非常にまあ、工業の打ちづらい場所って言ったらあれなんですけども、まあ、ノアにしても新日本プロレスにしても、新潟行くと、まあ、新潟市体育館っていうね、まあ、会場を使うんですけど、まあ、今度、また電流爆ね、10月にやりますが、その時もまた新潟市体育館でやりますけどね、今度はね、ときめっせじゃなくて。まあ、ときめっせ、こう、電流爆破やった時、もう3000人ぐらいここに入れましたからね。ここの本当、後ろの方までこう、椅子いっぱい並べてね、こうやってやったんですけども。まあ、かといって、じゃあ、その、インディー団体っていうか、そういう中規模、小規模団体は、じゃあ、どこで工業やればいいのかっていうとね、なかなかいい場所はないですね。うん。かつてね、まあ、新潟には、新潟フェイズっていうね、まあ、このときめっせから近い場所にあったんですけど、まあ、信濃川沿いでね、万代橋のたもとにあって、まあ、道の駅プロレスとかすごいご存知、詳しい方は、宇宙大戦争のね、まあ、伝説となった新潟決戦、ね、市街戦を繰り広げたというね、万代橋にね、繰り出して、佐藤兄弟と、グレートサスケが、殴り合いをしたというね、伝説の場所があるんですけども、まあ、そこでおなじみの新潟フェイズだったんですが、何年でしたっけ、まあ、2007年頃だったかな、ちょっと年数忘れて申し訳ないです。まあ、クローズしてしまいましてね。まあ、今はでっかいマンションが建ってるんですけど。ということで、なかなかそういう、ちょうどいいね、こう、2、300人集めてやれるような場所っていうのが、なかなかないんですよね。だからこういう大きいとこを借りて、こう、個人前でやるしかないという。あとね、富山の方に、まあ、富山体育館に、なんだっけな、富山型体育館って言ったかな。まあ、DDT がね、昨年、一昨年とね、やった、会場もあるので、そこもね、非常に、こじんまりしていい会場なんですけどもね、そういう、何百人クラスでやるにはね、そういう会場も一応あるんですけどもね、なかなか新潟市っていうのはやっぱりね、ちょっと、新潟県の県庁所在地ですからね、今、政令指定としてね、合併してどんどん大きくなってますしね、まあ、その大きい町なんでね、なかなか、そういう、ちょっとちょうどいい会場はないんですよね、難しいんですよね。まあ、今回はこういう形になりましたけど、はい。ときめっせでございます。はい。リングアナは、三方冬樹さんですね。はい。元海援隊道場。私も海援隊道場よく見に行ってましたからね。よく存じてる方でございますね。よく存じてる方ではあるんですけども、私が初めて知った事実として、この方は新潟出身だったんですね。新潟県出身と言ってて、一体どこの出身のどういう方なのかということまではね、全然わからないですが。まあね、海援隊道場って、なかなかその、
プライベート明かさないというか、本名が非公開だったりする部分もあったりしてね、なんですけどね、新潟のどちらの方なんでしょうかね。一応新潟県出身ということはね、言ってましたよ。はい、で、凱旋興行というか、新潟県内で三方さんが、その試合、っていうか興行、まあ三方さん試合するわけじゃないけど、まあ、リングアナとしてね、仕事するのはもう初めてのことらしいですね。はい。そして、歌手の方、名前忘れちゃった。まあ、歌っておりました。はい。そして、こう、試合でございます。で、その歌手の方をね、最初のスタートのコールやってましたよ。あの、フリーダムススタートっていうので、興行がね、始まるそうなんですが。はい、やっておりました。はい。第一試合、シングルマッチ、進む対正岡大輔というね、すいません、どちらも、違うな、進む選手はそういえば去年 0-1 の試合で確かこの同じ会場、ドキメスで見てますね。電流爆破の時にね。正岡選手っていうのはもし初めてかな、ですね。まあ、進む選手っていうのは結構方々で、こう評判のいい選手ですから、どんな切れ味のいい試合を見せてくれるのかなと思ったんですが、どうもこの二人がやると、ちょっとコミカル的な試合でしたね、これね。はい。いつもこんな感じなんでしょうかね。正岡選手がこんな感じなのかな。はい。非常にちょっとお下品なことを口走ったり、いろいろしてましたね。はい。で、レフリーが、大阪、大阪の吉野さん。今はもう大阪なのかな？今は大阪ではないのかな？ね、吉野レフリーですけどね。これ突っ込みが面白かったですね。で、それちょっと汚いこと言うとね、子供とか見てるからそういうこと言うなというね、こう突っ込みが入るわけですね。はい。なかなかいいですよね、こう地方都市でこういうなんていうか、なかなか見られない選手が見られるっていうのはね。でもこれやっぱ新木場とか行かないと見られませんからね。やっぱ新木場クラスの選手ってなかなか地方で見ようと思うと結構大変ですからね。ね、逆に新木場クラスってね、いいんですよね。そらほら、後楽園クラスの選手はね、やっぱ地方興行もあるから、ね、割と頻繁に見られますけど、新木場クラスの選手はね、そうはいかないですよね。さあ、そして場外に落ちたら、こう、場外戦になるんですが、この正岡選手が、こう、なんですか、わざとこう、場外で攻撃受けると、ふらふらっとふらつくふりして、こう、女性に抱きつくというね、そういうのがあって、で、さっき、こう、私たちの方面に近づいてきたのは、なんかね、そこで攻撃を受けたんですけども、抱きつく相手がいなくて、おい、この子男ばっかだな、みたいな、そういう文句を言ってましたね。でも別に女性なら誰でもいいみたいで、おばあさんみたいな、まあおばあさんじゃないですね。ミノモンタさんが言うところのお嬢さんですか？ミノモンタさんが言うところのお嬢さんって、もうだんだん死語ですよね。もうあの番組やってないしね。お嬢さんって、ね、方にもね、こう抱きつこうとしたりしてましたね。さあ、そしてロープを蹴り上げていきます。ここは股間を通なんでしょうかね。ここも股間攻撃。やっぱちょっと、男性的な、あれをちょっと成敗してるんでしょうかね。そういうね、行為に走ってましたからね。そして、ビッグドロップ。ここも股間に入れていってますね。カムイ選手がセコンドついてます。この日試合なかったですよね。多分ね。さあ、エルボーからの返していきます。そして逆ヘビスム選手ってあれですよね、もともとはレッスルゲートのどこ、広島とか。あ、スム選手、熟女好きなんだ。広島の方でね。あれされた方ですよね。まあ、進む選手、正岡選手の方ですね。一応、まあ、抱きついてたのはね。まあ、進む選手もなんかそのノリでなんかちょっと、なんかそういう流れもありましたけど。
スム選手、そうなんだ。じゃあ、ミノモンタさんの言うところのお嬢さんにも全然いけるんですね。そっちの趣味はさすがないからな。さあ、そしてスワンダイブのミサイキック。飛んでいきます。そして場外、これはケブラーですかね。飛んでいきました。そうです。動きいいですね。さあ、そしてトップからの、ここはタイを入れ替えて降りていきます。そして、さあ、担ぎ上げての、ここはタイを入れ替えます。丸め込み、そして、タイを入れ替えて、さらに膝で一旦避けて、そこをさらに横入り式。これはどうか、ここは返します。そしてキック。これはかなり深く入った。さあ、立ち上がってこいというあんまかりのところを、ロープに振っていきます。投げておいてのさらにキック。すごいいいですね。だんだんちょっと乗ってきましたね。さあ、そして前に落としていきますが、これも返していきます。そしてスワンダイブ式のは避けられまして、正岡選手、すかさずいきますか。さあ、この体勢はトップからいきますかね。さあ、何を見せるか、ムーンサルトでしょうか。ムーンサルトは着地。お、なんだ、これは膝を食らったというアピールでしょうかね。痛がってますね。あ、進む選手は見えてないから。着地じゃなくてお腹打っていてっていう風に見せてるんですね、きっとね。さあ、そこを進む選手が近づいていったところをすかさず丸め込み。フェイントでしたね。すっかり騙されてしまいましたでしょうか。はい。首固めですね。スモールパックでしょうかね。はい。正岡選手はちょっと、まあ、頭脳勝利といいますか、ですね。はい。騙し打ちですね。はい。そして、これがですね、これ、なんか見覚えありませんかね。ちょうどこの前の日ですよね、時系列的には。これが前の日か。おとといってことですね。これは4月の30日で。4月の28日に長岡市で行われました、キックボクシングの大会。まあ、新潟プロレス勢が参戦したんでね、私も行ったんですが、そこで挨拶をしていた方ですね。その時は名前覚えてて、ああ、誰だったかな、みたいなことで、配信の時にはすっかり忘れてたんですが、この方、伊達光輝さんという方でして、プロのキックボクサーでね、私、まあ、キックボクシング界のことは何ら一つわからないんで、どれぐらいすごい方なのかわかりませんが、もう一応引退されてるのかな、なんか契約問題みたいなのがあって引退したみたいな、触れ込みもありましたけど、まあ、デビューしてからも20年ぐらい経ってると。いうね、そういう、まあ、ベテランというか、まあまあまあ、一応ね、一線は退いてる方ですけど、まあ今、その、三条だっけな。だからそんなところで、その自分でね、ジムを開いて、で、子供とか教えてるんで、この前、その、キックボクシング大会にも、この人のお弟子さんがいっぱい出てたんでしょうね。それで一応、その、ね、有名なプロ選手だということでね、挨拶してましたからね。はい。またこの方も今日、今回ね、なんかそう、中一日でこの人をまた見るっていうのまたいいですね。全然それまで知らなかった人に、またこの人だみたいなね。はい、伊達さんという方ですね。はい。なんか一応なんかのチャンピオンにもなったことあるそうなんで。そう、チャンピオンって一概に見るけどね、いろいろあるじゃないですか。そのプロレスにも、まあ、チャンピオンつったってほら、新日本のチャンピオンから、海外道場のチャンピオンまでいろいろあるわけですからね。
あとはトリプルシックスのチャンピオンだってありますし、いろんなチャンピオンがあるからね、どこの何のチャンピオンがいいのか悪いのかもよくわかりませんが、まあ、それ一応ベルト、タイトルホルダーでもあったということだそうですよ。はい。まあ、一応でもその数字はすごい方なんでしょうね。そしてそんな挨拶をしていたら、何やら怪しい方たちが乱入していきました。ねえ。ねえ、せっかくこのイベントだったんでね、その、エキシビジョンというかでね、盛り上げようと思ったんだけど、お前ら来るのやってやるよってことで、まあ、急遽試合というか、そういう、エキシビジョンじゃなくて、もう割とやるということらしいですよ。で、このなんかちょっと、この、怪しげな方はもうローキック一発で乗されてしまいました。はい。で、なぜか、このアフロの人は今度戦うことになりまして、その、さっきの怪しげな方は、レフリーですか、やるということで。はい。まあ、なぜかこの二人の、試合というんですかね、エキシビジョンというか、なりました。はい。まあ、キックボクシングとかそんなによくわからないんで、技術的なこととかは何らお話できないんですけど、まあ、そうね、蹴り合ってましたね、すごかったですね。はい、だいぶ。で、そのハイキックをした際に、このアフロが取れてしまいまして、実はズラだったというね、ことが発覚しました。で、そしてこの怪しげな人が、まあしょうがないんで落ちてたね、ズラを、かぶって、ね、まあ対処しました。対処したっていうのかな。はい。これね、困ったことにっていうか、大体私、その興行をね、見て、大体結果とか別にそんな メモったり覚えたりあんまりしてこないですよ。まあ写真には残ってますけど。でね、後で、こうその興行のね、そのリリースを見て、あ、この技で何分何秒で決まったんだな、みたいなことを後でチェックするんですけども。このフリーダムスのページ見てるんですけど、フリーダムスのページには何らこのキックボクシングのことがあったことを何ら触れられてないんですけどね。まあこれでまあエキシビジョンというかイベントのね、類のものだからなかもしれませんが、プロレスの試合以外については何ら触れられてないですね。何試合かこういうのあったんですけどね。はい。エキシビジョン的なね、ものがね。さあそして、この怪しげな人のカツラが床に落ちてしまいまして。ね。あ、床に落ちたんじゃないんだ。床に置いたんだ。ちょっと場外の方で何かあるよみたいなことをね、ちょっと気を引きつけておきまして。その隙に、この人がね、レフリーが、アフロを床に置きました。なんだと思ったんですが、それに気づかずにアフロを踏んづけて転ぶというね。やっぱ、まあ、この二人仲間ですからね。そう、助けたってことなんでしょうね。はい。突っ込んでしまいました。一応これ何分っていう決まりでやってたんだっけな。どういうオチだったっけな。なんかどっちからどっちに乗っかつるような展開じゃなさそうですもんね、これね。あ、そうか、確か何分っていうルールで確かやったんだね。それで、ね、なんか時計動かしてたもんね。それで多分時間が来たんで、残り何秒みたいな感じで時間が来て、まあドローというか、いう形だったと思いますね、確かね。最後でもうラッシュですね、だからね。共に入ったところを蹴られてしまうというね。はい。そうですね、最後、時間切れの合図だったんですけどもね。で、まあ、伊達さん曰くね、挨拶ですが、まあこういった感じで、やってますよ。楽しくやってますよ。というね、挨拶でございました。で、最後、伊達さんの決め台詞を言って、会場がわーっとなって、一応終わるというね、締めだったんですが、なんだっけな、確か台詞がね、俺の目を見ろ、まだ死んじゃいねえぜっていう台詞だったような気がしますね、確かね。はい。皆さん覚えて帰ってくださいね。
伊達さん見かけたら多分それ言ってくれるんで、わーっと参りましょうということでございます。まあ、多分新潟県にいる限りどっかでまた遭遇しそうな気もしますけどもね。まあ、大会をね、盛り上げるためにね、本人曰くやっぱりチャンピオンであった人間が、格闘技のね、格闘技の方面ってね、キックボクシングでチャンピオンだった人間が、なんでこんな、茶番というかお笑いみたいなことをやるんだみたいなことをね、たまに言われると。でもやっぱり、自分の生きがいっていうか、その自分がなんでやってるか、キックボクシングやってるかって、やっぱ楽しくなるためだと。笑えればいいと。だから、やっぱ楽しくなるためにやっぱ笑いがあればいいし、だからお笑いなんだと。うん、どこでそこで繋がっていくかまだちょっとわかんないんですが、まあ、とにかく楽しければいいじゃないという、ね、ことらしいです。はい。まあ、そんな感じで楽しくやってるそうなんで、ぜひ、まあ、キックボクシングを志したい方は、三条ですかね。まあ、伊達さんのもと訪ねていただけるとよろしいかと、思います。はい。まあ、世の中こういうこともあるんだなと。ただ、伊達さん曰くこのマイク上でも言ってましたが、まあ、やっぱりキックボクシングじゃなくて、プロレスのお客さん、基本的にはやっぱりプロレスを見に来てる方が大半なんで、やっぱその客層の違いにはちょっと若干戸惑っていらっしゃった感じですね。はい。ということでございます。はい。またプロレスに戻ります。あ、有名な人がまた出てきましたね。また東京グレンタイですよ。これ、東京世界ヘビー級のベルトですね。藤田みゆる選手でございますが。すごいね、この中1日っていうか、泊まりか。28、29でね、グレンタイ全員見ましたね。野沢論外、正田、菊沢、そして、藤田ですね。はい。タッグマッチ、藤田みゆる、杉浦徹、VS、新潟プロレス、島重の越ひかるというね、組み合わせでございます。すごい組み合わせですね。新潟プロレス勢ね、参戦でございます。島重の、そして越ひかるですね。越ひかる選手は、まあ、お米のレスラー。そして島重の選手は、まあ、新潟プロレス代表でですね。まあ、最初握手を求めていったんですが、やっぱり、藤田みゆる選手ね、そこは応じませんでしたね。はい。藤田みゆる選手は、そういえば、昨年に、道の子プロレスの新潟大会のね、スポット参戦されておりましたね。さあ、新潟プロレスで、ここはね、力を示したいところですけども。やっぱりね、新潟プロレス、まあ、フリーダムスの大会とはいえ、他団体参戦とはいえ、やっぱこう地元新潟なんで、結構やっぱね、まあ私も含めてですけど、新潟プロレスのファンみたいな人がね、やっぱ結構いっぱい見に来てですね。だから、選手コールっていうか、その会場の雰囲気的には、逆にその藤田選手、藤田組の方がね、こうアウェーな感じですね。ブーイングを浴びるような感じでしたね。まあ、もともと藤田みゆる選手ですからね。しょうがないんですけど。そして杉浦選手ですね。杉浦選手と越ひかる選手。越ひかる選手はですね、実のところを言うと、この前の日、要は、まあ、時系列で言うと、さっきのキックボクシングの、ジュニアキックボクシングの大会あった日がありますね。あの日にフルマラソンを完走しておりまして、まあ、もともと、なんか、割と近年、昨年ぐらいですかね、そういう、長距離走、マラソンを始められたそうで、確か昨年はまだ、10キロとかハーフとかわかんないけど、フルじゃなかったんですよね。ただ、この前の前の日に、フルマラソンを完走するっていうね、だいぶかかったっていうと、5時間ぐらいかかったっすよな。もう最後足が棒のようになって、人間って疲れると歩くことすらできなくなるんですねって言ってましたね。こんな、プロレスの試合のあるさ、その直前にフルマラソンするかね。いや、わかんない。いや、いいんですよ。別にね、やっぱ体を鍛えるためとか、そういったいろんな鍛錬のためにね、マラソンとかされるのはいいんですけど、直前にやったらダメじゃないかなと思うんですけどね。まあまあ本人ともそういう話いろいろしましたけども。ねえ。練習ではね、10キロしか走らないらしいんですよ。だからフルマラソンっていうか、だからその 42.195 キロ。だから本当にそんだけの長さを走ったのはもうぶつけ本番というか、その日が初めてだったって言ってましたね。やっぱマラソンっていうのはやっぱそういうもんなんですかね。事前にやっぱそれだけの本当の距離走らなくても、
ぶつけっていうかね、意外と、まあまあ、それこそ、ね、タイムとか狙うのはあれなのかもしれませんけど、完走できちゃうもんなんですね。いや、私もね、私今体だいぶ重たくなっちゃったんで、あれなんですよ、結構走り込んでた時期、走り込んでたって言っても体大きかったんですけど、結構、神奈川時代とか結構ね、走り込んでた時期があって、それこそ別にね、その練習10キロみたいな話だったら、あれだから、じゃあ、その頃だったらフルマラソンとか急にやってもできたんですかね。いや、まだできないかもしれないけど。はい。側近の人がフルマラソンすることは大変でしょうね、と。あれか、プロレスっていうのはこう瞬発力を使う筋肉だからってことですかね。まあ割と、そう、プロレスっていう競技自体が、まあ長州選手をはじめとしてハイスパートなんていうのもね、言いますか、そんな持久性の、まあ持久って言って60分フルタイムとか、まあでもそれもスタミナかもしれませんが。なるほどね。あ、20キロやっぱり走ってないと、フルマラソンは難しいところがあると。腰引っかかるのは10キロでやったと。まあ最後は本当に足が棒のようになって、歩くことすらままならないって言ってましたけどね。はい。まあ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 。だからフルマラソンを走り抜いて、中1日でこの試合ですからね。だいぶ辛かったんでしょう、ないでしょうかね。さあ、島重選手、キック。島重選手、いいですね。よっしゃーって打ちで。理想は本番の1ヶ月前に30キロの練習をしておくと。あ、やっぱそれだけやっぱ本番っていうかフルマラソンに向けて、やっぱそれに長い距離はちゃんと走っとかないと、フルを迎えるのは結構きついということなんでしょうかね。なるほど。じゃあ、逆に、まあ、腰ひかる選手クラスになると、やっぱまあ、プロレスラーですからね、それなりに、鍛えてるからできたんでしょうかね。よくわかりませんけど、腰ひかる選手がどれくらい鍛えてるかはわかりませんが。さあ、そして、島重の代表のジャマン。ここはカットに入ります。さあ、ここは体で書いて、ボディアタック。そんなマラソンの情報はこの試合には全く関係ないんですけどね。普通に見てる人は、コシヒカル選手が、いや、例えばですよ。例えばコシヒカル選手がちょっと、あれ、なんか足に来てるな、スタミナかなとかいろいろ、ね。思ったかもしれませんが、別に試合のせいでなくてマラソンのせいだったとね。はい。制限時間もどれだけだったわけ、あ、そうですよね。時間が来るともうフルで走ったとしてももうダメみたいな、あれがありますからね。でも、5時間ぐらいで走ったみたいなことは言ってました。正確なタイムは知りませんけど、こと言ってましたよ。はい。さあ、エルボーの連打連打。違ったかな、そんぐらいじゃなかったんだ。まあ、また今度じゃあ聞いておきますよ。マラソン話。コシヒカールマラソン話。なんかね、新潟プロレスって一応ラジオ番組持ってまして、週に1回 FM 柴田ってところで、やってるんですけど、FM 柴田だから、私聞けないっていうか聞いたこと、まあ一応ネットでも聞けるから聞けるのか。まあ聞いたことないんですけど、チェックしたいんですけどね。さあ、ドロップキック。だからそのマラソン走り抜いた後にこのキックですからね。はい。私もさすがに翌日は足がきついと。あ、2日後ぐらいならなんとか動けると。なんとか動けるぐらいですからね。こんなドロップキック出ますかね。はい。フライングクロスショップもやってましたよ。一般市民のフルマラソンは制限時間が6時間のところ、じゃあ6時間以上になっちゃうともう失格というか、
おしまいになっちゃうんですね。なんか昨年も新潟マラソンかなんかをちょっと走ったみたいな情報、それはありましたけどもね、それフルじゃなかったんですね、逆にね。すごいですね。多分だけど、コシヒカール選手って多分コシヒカールとしてマラソン走ってんじゃないかな。この覆面で、なんかそんな写真見たことある気がするんですけどね。その、いや、中の人が私どなたかって存じないんですけど、ね、多分コシヒカールとしてやってんじゃないかったっけな。アダブのドロップキック。さあ、ダブルで投げていきます。フェイスマスター。さあ、裏投げでしょうか。ここは返されます。でもすごいよね。コシヒカール選手と藤田実がこう組み合ってるってすごいよね。どういう気分なんだろうね、こういうさ、まあローカルプロレスの方っていうか、まあそれにしてもね、一応花鳥風月系の試合とかで結構東京で試合もしたりするからだけど、やっぱ普段こうさ当たらないようなっていうか、そういう中央の選手とこう当たる気持ちみたいなのって、なんかちょっと聞いてみたいですよね。そう、聞いてくればよかったんですけどね。マラソンの話してたんでね。まあ、機会があったら聞いてみたいですね。だって前もあれだよね。確か、道徳プロレスでは、沼ジローラモ選手とかと当たってるもんね。そうじゃなくてもスーパーササナコマシンと一緒に活動してるということに対してどうお考えなのかな。ね。まあ逆にわかんない。もうそれが普通なのかもしれませんけどね。そういうのをいろいろ飛び越えてね。別にその深く意識しないのかもしれないね。うわ、これ落としていきます。えぐいね。これで決まりましたね。これが、サスケ魂セグウェイですね。はい。藤田実選手がコシヒカールから取りましたということでございます。最後はこう、握手を求めていくようなね、感じだったんですが、握手をしないのかなと思いきや、やっぱり握手するんだ、と思いきや、下田がですね、握手して、勝ちなのでというかね、まあ試合が終われば、ノーサイドだよということでね、みんなで手をね、上げていくんですが、さあ上げていきます。上げていきます。と思いきや、蹴っていきますね。そして大暴れですね。はい。まあこの辺は、まあ、そのまんまですね。藤田実選手ですね。はい。暴れていきました。はい。ということでございます。新潟プロですね。まあ、フリーダムスに名を刻めたんでしょうかね。どうなんでしょうかね。はい。そして、異種格闘技戦。ルチャリブレ対ムエタイ。ルチャリブレ対ムエタイ。ジ・ウィンガー VS 頼む作飛ばというね。これをここでやるんですね。すごいですね。はい。一応、異種格闘技戦ということで、まあ、特に詳しいルールまではなんか、発表なかったんですよね。ダウンカウントがどうとか、グラウンドはね、打撃ありとかなしとか、特になかったんですが、まあ、異種格闘技戦というだけね、言ってました。はい。だいぶウィンガー選手がこう打撃をこう警戒してる感じですかね。お、蹴りに行ってますね。まあ、一応ね、キックボクシングのイベントも兼ねた大会ですからね。まあ、鳥羽さんが適任なのかなという感じもしますけどもね。さっき出てたその
キックボクサーたちは、こういうのを見てどう思うんでしょうかね。はい。やっぱ寝たらウィンガー選手強いんですかね。抑え込んでいきます。これロープですね。ロープブレイクはあるようですね。はい。さあ、打撃を塗って、懐に飛び込んでいきます。さあ、腕っしですか？さあ、ここはパンチで返していきます。あ、そして両方掴んで、これはなんて技になるんでしょうかね、ここまでいくとね。とにかく腕を決めていっています。またパンチで返していく。すごいな、これは。さあ、腕を決めに行きます。ここはロープですね。ロープ逃れます。ロープレイク。鳥羽さん、ちゃんと、映像メーカーの広告が入ってるんだね。まあ、S なんとかとか。こっちも S なんとかですね。これもプレなんとかですね。まあそっち系の方ですからね。さあ、膝入ります。そしてここは投げていくのか、崩れ落ちる感じで、ヘッドロックというか、腕も一応決まってるんでしょうかね。腕が中に入ってますね。決めさせようとしないで腕を入れてる感じですかね。さあ、上になっていきます。さあ、ここは、締め上げていきますね。さあ、ここもロープでしょうか。足を伸ばします。クリーンブレイク。さあ、そしてストンピングで蹴りつけていきます。さあ、そして場外。ここは、ウィンガー選手、ルチャ代表として、さあ、一種格闘技戦ですけど、プランチャー見せようとしたら、さすがにそこは鳥羽さん受けないですね。避けました。いや、おい、受けろよって言ってましたけどね。そういう試合じゃないみたいですね。はい。で、一応、場外戦みたいなのも一応なしなんですかね。ウィンガー選手が追うことをちょっと止めてましたね。さあ、パンチ、キック。うわ、ラッシュいきますね。打撃。これにはちょっとウィンガー選手たまらないですね。対処できません。それをして膝。さで、ここで一応ダウンカウントでしょうかね。ダウンカウントあるんですね。はい。さあ、ウィンガー選手、なんとか立ち上がって、でいきますかね。はい。さあ、そしてさらに打撃のラッシュが続きます。お、そこをちょっと体重に変えてボディスラムいきますね。腰をだいぶ、やっぱそういう投げに対処、やっぱあれなんですかね、鳥羽さんきついんでしょうか。だいぶね、お腹のあたりに響いてる感じですね。さあ、そしてもう一発ボディスラムいきますか。あ、今度はバックブリーカー。シュミット式のバックブリーカー。これ、ということは、飛びますか。この試合で飛びますか。お、いきますね。トップロープから、さすがにここは鳥羽さん受けないですね。ゴロゴロ転がって、向こうに行ってしまいましたね。飛ぼうと思ったんですよ。遠いよと。飛べないよ。仕方ないんで降りてきます。降りてきたところをすかさず、膝、強烈な膝、これはダウンですね。面白いな、なんかこれ。そして打撃のラッシュでパンチいきますね。さあ、組んで、がっつり組んで、ここはバッ
ックを取りたいところ、バックいくか、バックさあ、うん、パンチで、パンチで返す、顔面パンチ、ロープで逃れます。さあ、そしてクリーンブレイクとはと思いきやキック、そしてキックからのこれロープに振るんですが、さすがにそれはね、トバさんこらえます。ロープ振られません。そして強烈なパンチ。これは効いた。全身浴びせてますね。だいぶウィンガー選手も顔を押さえますね。息も上がってきてますね。さあ、ダウンカウント入ってますよ。さあ、立ち上がれるか。立ち上がりました。ウィンガー選手。さあ、立ち上がりましたが、すかさず打撃応酬ですね。間髪入れずに。うわ、顔とか入ってますよ、これね。この辺ね、こういうの。ねえ。さあ、ウィンガー選手。まだダウンカウントでしょうか。立ち上がりました。もうこの辺から一方的でしょうかね。だいぶやられてました。そして、おっと、バックを掴んだか。強引にバックドロップ。大技行きましたね。さあ、ここにはちょっと、頭を打ったか、ダブルノックアウトでしょうか。はいはい、こんばんは、どうも。さあ、今バックドロップが入りまして、そこブレーンバスターでしょうか、狙っていってますね。はい、ものすごくお久しぶりです。ものすごくお久しぶりです。どなたかな？ゲストアカウントですね。さあ、ブレンバスター、投げていきました。はい。ああ、師匠ですか。お久しぶりですね。はいはい、どうもです。さあ、そしてバックを蹴り返していく。これは蹴りが入りまして、ああ返す、あ、これフォールもあるんですね。フォール返していきました。さあ、パンチ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 、キック、ソバット。さあ、ここは切り返しのコブラからのグランドコブラ。これで3つですか。入りましたね。いやー、ウィンガー選手、まあ、逆転勝利と言いますか、顔の方だいぶ気にされてたんで、ちょっとマスクの下はだいぶ腫れ上がって、出たりするんでしょうかね。わかりませんけども。だいぶ打撃の応酬にね、苦労した感はありますが、一発の逆転でね。まあ、ルールに助けられたというか、フォール勝ちというのがね、あったんで、コブラからのグランドコブラでうまく、3つ取りましたということですね。ウィンガー選手勝利でございました。そうですね。なんか、お久しぶりでしたね、師匠はね。なんか、まあ、Facebook とかでよく、いいねいただいたりしてたんで、まあ、存在はね、ずっとあれしてましたけども、ここではね、結構久しぶりです。お忙しい感じなんでしょうかね。はい。次。さっきの、キックボクシングの方たちの、今度、キッズの方たちのね、エキシビジョンが行われました。
まあ、なんか、なんていうか、なんか、このね、一昨日にも似たようなものをね、ずっと見てたんで、なんかもう慣れっこになりました。これちっちゃい頃ね、だからね、また見ることになりましたね。はい。で、さっきの伊達さんがね、レフリーというかね、やってました。まあ、これエキシビジョンなんでね、特に、勝敗とかなくて、確かに時間制限で1分とか90秒とかでね、90秒1ラウンドとか、そういう感じで、確かやったと思います。ジュニアの時はね、あの時は一応試合ということだったからヘッドギアつけてましたけど、これエキシビジョンなんでヘッドギアいらないということなんでしょうかね。まあ、ちょっとその辺の理屈まだちょっとわからないんですが。ね。そうか、この前のは試合なんだね、あれね。勝敗もついてたしね。ヘッドギアしてたしね。これはまあエキシビジョンということで。顔は打ってかないとかそういう風になってるんでしょうかね。どうなんだろうね。子供の時って、まあ喧嘩とかっつってもそんなこういうほら技術とかないじゃん。普通の子は。まあやってる子はあるんだろうけど。どうなんだろうね。こういう子供同士戦う心境っていうか。あんまりほら私別に運動部でもなかったからさ、野球もサッカーも、あれだからこう人とね、やって勝つみたいなシチュエーションなかったから、どうなんだろうね。そういうのね。子供の身長とか、特にサッカーね、もっとなんかちっちゃい子出てきましたけどね。そういうもう遊んでる感覚と変わらないのか、それともやっぱりこいつじゃ負けないぞみたいな、そういうプライドを持って戦ってるのか、わかりませんがね。どうなんだろうね。でもやっぱり強いとか弱いとかってはっきりするから、やっぱり人よりも優越あるっていうことに対しては、やっぱ素直に嬉しいとかあるんだろうね。何でもそうだよね。足が速ければ嬉しいし、人より点数取れば嬉しいし、そういう単純な価値観にやっぱり、単純な価値観とか言ったら悪いですけど、別にそれがいい悪いじゃなくて、やっぱそういう分かりやすい価値観にね、やっぱり、まあ分かりやすいって分かりやすいってことですからね。ね、子供なんかは特にそういうとこあるんでしょうかね。まあ大人になるとほら、みんなひねくれるからさ、なんかそういう曲がった価値観じゃないけど、いや、ね、そういう、なんていうの、コアなものが好きだったり、いろいろね、しますけど、ね。はい。まあ子供はね、打ち合っておりました。結構枚数取ってますね。さっきのね、ちょっと怪しげな方も、いますね。これはもう一試合あるのかな。これ2試合目が終わりましたね。はい。まあ一応ね、エキシビジョン終わりました。はい。写真が戻っちゃったね。ちょっとお待ちください。またフォルダを、ね、これでまた1万枚超えた合図ですからね。今日何万枚目ですかこれで。フォルダ、次のフォルダ。ということでさっきのジュニアのね、試合はおしまいということで。次。服部健太 VS 高岩達人というね。これまたびっくりなカードですけども。こんなカード、まあでも課長風月とかだったらないこともないのかな。今の課長風月だったらね。はい。現在この青いタイツの方がね、服部選手でございますが、山を越え谷を越え僕らの町にやってきた服部選手でございますが、元新潟プロレスのね、選手でございまして。一応まあ東京でのプロレスを目指して、まあ某、まあ一応伏せておきましょうかね。某団体のね、練習生として上京したんですが、まあ、ちょっと、まあ紆余曲折ありまして、現在では課長風月というね、まあ本間智明選手とか、まあね、活躍する。活躍というか本間智明選手は課長風月所属だよね、確かね。はい。課長風月という団体に所属しております。まあ、高岩選手はまあね、特に説明もいらないと思いますが、まあ、今フリーなんですかね。まあ新日本ゼロワンを経て、まあ、フリーということでね、やってるということで。やっぱり元新日本というか、やっぱメジャーの選手ってでかいですね。やっぱ服部選手がちっちゃいのかもしれませんが、その、高岩選手ってね、やっぱ、
ジュニアの選手としてずっとやってきた選手ですから、そんな、なんか、ね、バカでかい選手ってわけないですけど、やっぱりその、やっぱメジャーという一本筋が通った選手ってやっぱなんか体の厚みとかもあるんですね。そして、服部選手が行ったところは避けまして、さあ、ニンニンというね、忍者ポーズですね。はい。さすが、山を越え、谷を越え、ね、僕らの街へやってきた服部選手ですからね。はい。いや、本当に入場曲もね、あの曲で、その山を越え、谷を越え、僕らの街へやってくる曲で入ってくるんですけどもね。いや、でもね、あのまんまじゃなくてね、なんかすごい、なんか編集されててね、あのリミックスいいなと思って、特に、ね、音を足してあるとかっていう感じのリミックスじゃないんですけど、うまくね、その感想とかのをね、こう繰り返したりするね、すごい、あれ好きなんですよね。好き、どっかにないのかな。誰かがそういうリミックスをしてるのを使ってるのか、この服部選手が使うにあたってオリジナルに作られたリミックスなのかわかりませんけど、あの曲欲しいですね、私ね。ちょっと服部選手、もしお会いする機会のある人いたら、ちょっと、音源くれと。音源くれなんて、すごい厚かましいけども。いや、あの曲いいんだよな。あの曲って、もともと原曲すごいいい曲なんですけどね。あの山を越え、谷を越え、僕らの街でやってくる曲ね。あれね、やっぱ歌謡曲っていいよね。同じ系統で言うと、パーマンのエンディングのさ、パーマンはここにいるっていう曲。空を自由に飛べるけどっていう曲でしょ。あれも好きだしね。あと昔ね、うちの配信でエンディングに使ってた Believe Me っていう。今日は君、楽しかったかいっていう、あれはまあオバキューの曲ですけどね。やっぱあれ系の当時ね、アニソンとはいえやっぱその歌謡曲がしっかり入ってる曲っていいよね。うん、まあまあそんな服部選手ですね。服部選手の音源知ってるよという方がいたらぜひご一報ください。はい。まあ私が単純に喜びますと。まあ試合の方はだいぶ一方的に高田選手にちょっとだいぶやられてましたね。やっぱりちょっと体格が違いすぎたかというところですが、なかなかちょっと整図させるのはちょっと難しかった。たのかなという気もしますが、まあやっぱここはね、服部選手一応新潟は地元ですからね、そういった意味で、あえてこういうチャレンジマッチを組んでたと思うんですけどもね、はい。だいぶ一方的にやられて、まあ当然勝つのは高田選手のね、分かっていたんですが、それでもこう何度倒されてもこう立ち向かっていく服部選手の姿みたいなね、そういったものが見えてよかったんじゃないですかね。服部選手ってこう素に戻ると非常にそういうなんか器用な青年というか、本当になんか腰の低い感じの方、まあ、私あんまり会話したことないんですけどもね、そういった感じの方なんですけどもね、試合ではこうね、いくらやられてもこう立ち向かっていきますからね。そしてね、まあ一応師匠に当たるのかな、多分そうですよね。島茂野選手もね、セコンドについておりましたね。元師匠って感じなんですかね。はい、ね、この辺も気合が入ってますね。やっぱ服部選手ね、地元だから知り合い的な方もいっぱいね、来てたと思うし、やっぱあと新潟プロレスのファンもいっぱい来てたから、その新潟プロレス時代を知ってるね、新潟プロレス時代の服部選手を知ってるね、ファンもいっぱい来てたでしょうからね、あの頃の服部選手がね、その東京出てって、ね、多分凱旋試合は初めてですかね、東京出てってね、ね、どれぐらい成長したかみたいなところもね、見せたいでしょうからね。選手倒していきましたよ。さあ蹴っていきます。チョップ、これは効いてるのか。チョップ、高橋選手受けていきます。
ありがとう、一発で倒していく。やっぱ強いですね、高田選手ね。そのジュニアと呼ばれる中でもかなり強敵クラスですもんね、高山選手ってね。そうすると高山選手はエルボーだとね、こうかがむ姿勢ね、あれ高山選手、高山ムーブだね。さあ、そしてバックドロップ、厳しい攻めですね。ここは返していきます。そして首投げからの顎を締めていきますね。背中、そして首4の字移行していきます。そして腕も決まってるんですかね、これはね。複合技入ってきます。いいね、首4の字とかね。高田選手いいね、いいねって、今更いいねとか言う選手じゃないんだけど、高田選手って別に。さあ、そしてこれは高田選手ってゴーグルしましたっけね、そういえばね。さあ、ローメロでしょうか、ローメロスペシャル。いきますね、これはね。高岩選手のローメロスペシャル。すごいね。さあ、そしてフロントスルーベックス投げていきます。2で返しますね。さあ、服部選手。2で返す。さあ、そしてジャーマン行くか？これでバックエルボー、バックエルボー。さあ、カウンタードロップキック。そしてトップ登ったんですが、ここは高田選手が、ブレンバスターを予告していきましたかね。ブレンバスターというコールをしてね。さあ、そしてブレンバスター大きく投げてきました。これものすごい音がしましたね。バシーンってね。なだれ式ブレンバスター。さあ、ここは返していきますね。さあ、そしてこれは殿下の宝刀、デスバレーボムでした。これは切り返します。そして切り返しての丸め込み。さあ、3つ取れから返します。さあ、そして、これを腕を取って、ラ・マ・ヒストラルですかね。さあ、そしてロープいってる。ありがとう、カウンター。高山選手のね、こうぶん殴り系のね、ちょっと前からみたいですね。小島選手もハンセンさんになる前はあのフォームでしたよね。さあ、クシャシありがとう。さあ、投げ捨てておいてアピール、何に行くんでしょうか。終わりだと見とけよと。拍手を要求します。エルボドップ。ここは返しますね。さあ、そしてさらに。ここは、片エビ。ここはもう大技に行くまでもないということなんでしょうか。これでフォールを狙っていくんでしょうかね。ここは服部選手がなんとかこらえて、横に行けばもうちょっと近いロープもあったんですが、もう反対側まで必死に逃げてきます。必死だったんでしょうね。そしてエルボー、エルボー。ちょっとエルボー真っ向から打ち合うにはちょっと分が悪いが。でもここまでよくやってますよね、ここまでね。一方的にやられながらもよく耐えてますね、本当にね。さあ、エルボー。ね、こうね、師匠もね、見てますね、島茂野選手ね。
さあ、立ち上がれますか？エルボー、だいぶもう、ね、打つのもやっとみたいな感じですけども。それでも高橋選手、厳しくいきますね。さあ、そして、いきますか？伝家の宝刀。デスバレー、ボム！デスバレー一発ですね。餅つき式に行くまでもないということでしょうかね。3つ入りました。まあね、当然の勝利ではありますが、高岩選手勝利いたしました。まあ ですがね、その服部選手、こんなボコボコにやられながらも立ち上がってくる姿ね、皆さんは感銘を受けたんではないでしょうか。はい。まあ、新潟プロレスを離れてね、花鳥風月で、やってるね、服部選手。以前ハードヒットにね、出場した時なんかもなんかかなり評判が良かったですしね。まあ、とりあえず東京でも元気にやってる、ようですんでね、良かったですね。はい。次。次これアイスリボンの試合になるんでしょうかね。ナルミヤマキ、セラリサ、バーサス、アジャコング、つくしということでね。まあ、アジャさんはアイスリボンじゃないですけど。セラリサさんというのがあれですよね。広島県セラ町の出身ということで、セラリサという、セラを名乗、セラ姓を名乗ってるんですよね。はい。で、そのお父さんもなんか、セラ町っての町長さんが何だったっけ、村長市長わかんないけど。で、こっちの大きい方がアジャコングさんで、この小さい方がつくし選手。つくし選手は、まだ高校生なのかな、って言ってましたね、確かね。アジャさんがどうも吉野選手に、吉野レフィのこと気に入らないので詰め寄ってましたね。なんかこう、その、なんていうんですか。レフリーだから威厳を持ってね、こう、出るなとか戻れとかっていうのは当然なんですが、まあその、ちょっと、態度が気にならなかったみたいですね。まあ、アジャ様ほどのベテランとなと、その鼻につくんですかね。おい、戻れとかね、そういう指示に対してもちょっと鼻についたんでしょうかね。はい。アジャさんは昨年そういえばね、新潟市体育館の、戦場の興行にね、デスさんで拝見いたしましたが、このアイスリボン勢の3人を見るのは、この3人は私初めてかな。そうですね、つくし選手なんて初めて見ましたね。さあ、そしてジャイアントスイング。アイスリボンの興行自体が多分私見たことないというのと、アイスリボンを見る機会があったのはトリプルシックスですかね。トリプルシックスのヤングプロレスワッショイっていうね、興行があるんですが、あれがわらびでやってたから、だいたいアイスリボン提供試合みたいなのはね、1試合ぐらい組まれるんですけども。なかなかこの人は地には当たらなかったな。だいたいまあ、桜さんが抜けてからのアイスリボンっていうのはもうほとんど知らないですね。はい。まあ、この試合もちょっと難しい試合でしたね。まあ、つくし選手と当たってる分には全然いいんですけど、やっぱりアジャ様が出てきちゃうと、もうどうにもならなくなっちゃうんで、それをどう精通させるかっていうのは非常に難しかったなという感じがしますね。もうほら、こういうね、ちょっとみたいになっちゃうしね。うん。なかなかこう、ね、やろうとしないっていうのもあるし、アジャさんが多分本気になっちゃったら多分すぐ終わっちゃうし、っていうんでね、なかなかちょっと難しいカードだったのかなという気がしますね。うん。なかなかいきませんね。そうですね、打撃でも難しいし、組んでもダメだしね。さあ、そこを強引に力比べにいってますよ。もうあれは圧倒です敵ですね。
だいぶ、潰されちゃいまして、足で踏んづけられてしまってますね。だいぶこれは屈辱的な。ね、踏んづけてますね。さあ今度は組んでいきましたが、効きませんね、これもね。エルボーを打ってってるんですかね。逆にロープへ押し込んでいきます。さあチョップですか。チョッパーかわす。そしてエルボー、エルボー。まあ、アデさんは別格ですからね。ちょっと、成立させるの難しいですね。さあ、ダブルのドロキック。倒していきます。そして、ダブルのブレンバサー投げようとしていくんですが、ここはどうですか？返されますか？投げますか？返された。さあそして今度はつくし選手を抱え上げてキック。さあブレマスタースラム投げていきます。そして毒針のエルボー、ここはかわしていきます。なんとかスピードでねこう対処していきたいところなんですけどもね。さあそして串刺しのラリアット、やばいですねこれもね。さあこれつくし選手出てまいりました。あ、踏んづけてロープへ走ってというねムーブですね。さあそしてアジャさんも一緒になって踏んづけていきます。さあそして一緒になっておんぶをしてこれ踏んづけていくということですかね。2人分の重さ、あ、踏んづけというか膝でいきましたね。腰やばいんじゃないですかねこれね。腰押さえてますけどね。さあそして膝を押し当てていきます。さあそして弓矢固めでしょうかねこれ。はい、腰を攻めていってるんですね。ボアンドアロー苦しそうですね。さあ、そしてトップへ登ってのボディアタックは抱え上げて、そしてこれは、これどっちが食らってんの？そしてロープへ行って、さあ、ここはロープへ羽交い締めにしておいての、さあ、ロープのハンドを利用して、ドロップキック！ここはもうもろに衝撃がきますね。固定されてましたからね。あ、和田さんはつくし選手のことを高く評価してるんだ。そうなんだ。そういう縁があって組んでるんですね。どういう評価なんでしょうか。このやっぱり小さいカードでやってるっていうことですかね。だって、つくし選手って確かこう、紹介では高校生、高校2年生とか言ってたっけな。だけど高校生にしては、高校生だとしてもちょっと小柄な方ですよね、多分ね。それがやっぱこれだけのムーブというか、試合をしていることに対しての評価なんでしょうかね。わかりませんけどね。さあそしてカットに入っていきます。ロープで振ってのまたダブルでいきますか。ドワーッとラリアットで返されます。さあそしてアジャスさんが
ロープ登っているところをうまく投げ返して、そしてラリアットをかわして、ドロップキック。ロープへ行っての、膝ですね。膝を繰り返していきます。返しますね。来てるアルミア選手。さあ、抱え上げて、打撃でいきます。そして、チョップ。だいぶ当初に比べて、こう、ぶつかっていってますね。最初はもうだいぶ逃げ腰でしたからね。あ、つくし選手のドロップキックが、トヨタ、まなみ以来の衝撃だった。あ、つくし選手のね、ドロップキックが、それだけ素晴らしいと。トヨタ選手って言ったらもうかなりのね、もう一時では気づいた方ですからね。未だに伝説ですもんね。まあまあ今でも現役ですけども、トヨタ選手ね。その昨年、確か、戦場ですもんね。見ましたよ。そう、そして見栄を切ります。サブレマスターは耐えておいて、そして裏剣をかわしの、そして、ああ、かわしたんですが、張り手は待っていた。そう、そしてコーナーに行ったところを羽交い締めにして、ダブルチョップ。コーナーに振っていきます。さあ、串刺しのトレン攻撃かと思いきや、カウンターのラリアットダブル !2 連発、すごいですね。さあ、そして、つくし選手。これは、まあ、ミサイルキックですが、まあ、一応、ドロップキックの類ですよね。これってことでしょうかね。はい。なるほど。この空中技が素晴らしいので、もう一回行きましょうか。トップからの、まあ、だいぶ、多分体が軽いからって思いましたけど、跳躍力というかね、飛距離というか、高さがありますよね。そして、急降下降りてくる感じのこの角度。ドープキック。そして、ちゃんと膝が下になるドープキックって、いいドープキックですよね。あ、これもそうですね。串刺し式のドープキック。だいたいほら、あんまりほら、大柄の選手になってくると、ほら、背中でね、打つドープキックみたいになってきますけどもね。なかなか、こう、体がひねれなくてね。当時、タイガーマスクとかやったのは必ず膝が下になるね。こうふんわり飛ぶような、浮くようなドロップキックですからね。だんだんこう、下手っていうか体が大きい選手になってくるとね、横入り式になってきたり、だんだん背中になってきたりっていうね、ドロップキックになっちゃうんですもんね。さあ、締め上げられてます。ここは、お、頑張って、アジャさんを抑えていきます。ここチャンスですね。締め上げていきます。さあ、カットに入れない。どうだ?ここはロープが近い、ロープ逃れます。さあ、ドーキック。いきますね。これはその、なんかドーキックの話されたらちょっと気になりだすな。さあ、ここ踏み切っての、ドロップキック。刺さるようなドロップキックですね。はい。さあ、そして、ここも投げていきます。お、投げていくというか、ここからの固め技。惜しい。返されます。さあ、そして、ここも逆さ押さえ込み。と思いきや、違うんですね。ここも、回転エビ固めのような、何ですかこれは。ブリッジを返します。さあ、そしてアジャ様も入ってきました。ここはチャンスですね、一気に。さあ、タイガースープレックスでしょうか?さあ、今のうちにフォール取っておきたい。張り手からのタイガースープレックス。いいブリッジですね。これはガットに入る。さあさあ、そろそろ決めたいとこですが、つくし選手頑張れますでしょうか。アジャさんもね、多分最後ね、やっぱ、つくし選手に取らせたいというところあるでしょうからね、任せてるんでしょうけども、ここドーピックでカットに入ります。
さあ、そして抱え上げての、エビス落としのような技、エビス落としでいいのかな。さあ、エルボーを殴り合っていきます。さあ、エルボー、エルボー連発。すごいね。さあ、ロープへ、ここはカウンターのスパインバスター。返されます。このままフォールか？返しますね。さあ、そして、ダイビングの2位。ダブル2位。ダブル2位プラス、そして、アルゼンチンの体勢からの後ろに投げてきます。これは、カット入りますね。さあ、そろそろでしょうか。お、アジャス様のバックドロップ。これは強烈。かなりね、螺旋式で入ってきましたね。ここはチャンスですよ。スクイズ選手。さあ、もう一回タイガースープレックスか。タイガースープレックス。タイを入れ替える。ロープへ振ってきます。あーっと、ここは援護に入ってきたアジャさんが。逆に、スクイス選手にラリアット。これはまずい。さあ、そして、アジャ様にダブルでいきます。スピアーからのロープもう一回走って、ダブルの2位。さあ、ここで決めたいところですかね。ラリアットがあって、ブロッキー状態のスクイス選手を抱え上げての、前に落としていきます。これは2で返す。そして、これも前に投げていきます。これで3ですかね。はい。前に落としていたので、アルゼンチン式スパインボムっていうんですね。ああ、なるほど。アルゼンチンバックブリーカーの状態で、上げておいて、そこからスパインバスターというか、スパインボムですね。なるほど。という技だそうです。成宮選手が取りました。まあ、負けてしまった筑紫選手にね、マージャ様が、だいぶね、気遣う感じで寄り添っておりましたね。最後は筑紫選手をおんぶして、退場しておりましたね。はい。なるほど。あ、そういうアジア様とつくし選手の関係性みたいなものを見るとなんか、ちょっと興味深く、今面白く写真を追いながら試合を見ることができましたね。なんか当日はね、なんだこんな無茶なカードだと思って、なんか、あんまりこうぶっちゃけた話で言うと、なんか無茶するな、みたいな感想しかなかったんですけどね。こうやって、ゆっくり見返してみると、なんか面白かったですね、今ね。はい。でした。そして、メインイベント。佐々木隆、マンモス佐々木、VS、葛西純、吹本健二というね、試合でございます。この吹本選手って、どちら様っていうか、多分私初めて見る選手ですかね。顔にペイントされてますけど。はい。そして葛西選手ですね。のっけから、場外でね、大暴れでございますね。まあ、特に普通のタッグマッチというふうに銘打たれておりましたが、まあ、かなりハードコアな内容を含んでおります。特に反則裁定とかもなかったんでしょうかね。まあ、蛍光灯とかが出たりする試合、デスマッチではありませんが、まあ、椅子とかぐらいなら、まあ、OK な感じでしたかね。はい。まあ、すごいですね。新潟でこうやって、葛西選手、佐々木隆選手がね、見られるというのは、なかなかすごいことですよね。さあ、ここを打っていきます。で、葛西選手もね、もう早くも額を割ってますね、この辺はね。血が出てますね。はい、場外煽っていきます。やっぱこの辺うまいですね。いろんな見せ方が分かってるというかね。そして、吹本選手ですね、これね。はい。血だらだらですね。そして、よく撮っとけよというね、アピールしてますね。これね、写真撮っとけと。私に言ってますね。多分ね、これね、まあ、私というか私の方面の方にね、撮っとけと。いうことをね、言ってますね。はい。
大阪のインディーの選手なんですか、吹本選手。あ、確かに大阪弁使ってましたね。そうですね。関西の方なんですね。なんかね、ちょっとグレート歌舞伎みたいなメイクですけどね。私ね、こう事情知らなくて、最初ね、出てきた時に、あれ、よく新潟プロレスってことを見かけた、元ザ・歌舞伎選手、武器選手って言いましたけど、ね、なんかあの人また名前変えたのかなとかね、一瞬思いましたけど、いや、でも違う人だな、みたいなね。葛西選手に直訴してフリーダムに入団した選手だと、吹本選手ね。ああ、なるほどね。じゃあもう、じゃあ、葛西さんのルートなんですね。煽っていきますね。やっぱ葛西選手ってすごい選手なんですね。フリーダムスの葛西選手って、まあ当然私フリーダムス見たの初めてからだけど、私、けど今のパートナーは空手バラモンさんです。吹本選手。ああ、そうなんだ。空手バラモンのパートナーなんだ。それまたすごい方。空手バラモンとお付き合いできるなんてすごい人ですよね。なかなか対峙できないと思いますよ。空手バラモンさんとはね。はい。葛西選手なんですけど、私はやっぱ結構トリプルシックスで見る葛西選手が多いもんでね、やっぱほら、そのバカ社長の試合とかにね、お付き合いしてる感じの葛西選手ばっかりだから、なかなかこういう葛西選手をね、生で見るのはもしかしたら初めてなんじゃないかぐらいの勢いですね。本当はこっちなんでしょうけどね、トリプルシックスがあくまで、ね、脇道であってね、でも私にとってトリプルシックスはもうね、聖堂そのものですからね、ど真ん中ですよね。はい。葛西選手好きだと、いいですよね。やっぱね、やっぱすごい見せ方がちゃんと分かってる人だなっていうのは、やっぱね、こういう地方の試合とか見るとやっぱよく分かりますよね。やっぱ東京とか、そういうとこで、ほらやっぱ慣れたお客さんがね、見るプロレスってやっぱり、まあやる方も楽だろうし、そうでしょうけども。やっぱこういう地方でもしかしたらその葛西選手ほどのね、方も、あんまりご存知じゃない方もいらっしゃるかもね、知れないような会場で。特にもしかしたらね、キックボクシング絡みで来てるお客さんなんかもいたでしょうからね。でもそういった中でもこうきっちり見せられてもやっぱね、そういうやっぱ力のあるという、ことだと思うんですけどね。あ、葛西選手の息子さんが、あ、イケメンだと。本当ですか。カズ選手、ブログかなんか見てると多分出てくるんですかね。もうそんな大きくなったんだっけな。まあまあそうなんですね。まあアメーバでね、カズ選手のブログやられておりますんでね。よろしかったらご覧になってみてはいかがかしら。ね、はい。え、フリーダムスの公式 YouTube では、空手さんと吹本選手はグダグダですと。なるほど。また、まだ空手バラモンの扱い方までは、ちゃんと心得られてないんですかね。やっぱ空手バラモンって、ピン芸っていうか、まあ別にプロレスラーだから芸が必要ないんだけど、ピンではやっぱちょっと通用しない方ですよね。やっぱなんかこう、きちんとしたツッコミが入らないと成立しないですよね、あれはね、多分ね。あれ、野放しにしちゃいけないですよ。空手バラモン、そう言われると急に見たくなってきたな。空手バラモンは、すごいもんね。あれこそ本当のリアルの真骨頂というか、人間ってああ、あるべきですよね。ああ、あるべきっていうか、立川談志師匠がね、生前よくでもないかな。まあ、おっしゃってたことなんですけど、ちっちゃい子供って、象でもアリンコでも、こう、ね、キリンでも絵を描かせれば、なんか同じような絵になるっていうじゃないですか。よくほら、父の日、母の日みたいなところにね、よく絵見に行くと、これが人間なんだか、男なんだか、女なんだかっていうところも含めて、人間なんだかどうなんだかっていうような絵がありますよね。ちっちゃい子が描いた絵って。で、実はあれが本当なんじゃないかと。
あ、今更ですが、いつの間にか動画になってる。動画ではなくてですね、これは連続写真ですね。前は普通に単発の写真で撮ってたんですが、連写という機能を使うようになりまして、まあ、プロレス会場で動画撮ったら、これ、ご法度ですんでね、捕まってしまう、捕まるというか、まあ、怒られてしまいますんで、これはあくまで連続写真でございますね。で、画質もそうですね、パソコンが変わったんで、ちょっと上がってますし、カメラも変わったのかな。なんだっけ。絵画ね。その、ちっちゃい子が描く絵画。実はあれが本当なんであって、人間っていうものは学習する、そのいろんな常識というものを身につけることによって無理をしてるんじゃないかと。で、本当は生まれたままの感情が本当なんだけども、そういう学習したり常識というものを身につけることによって無理をする。何かに当てはめようとするという無理をする、してる。だからそっちが本来であれば嘘であって、ちっちゃい子がああいうね、なんだかわけわかんないことを書くのが本当に見えてたものなんじゃないか。だって男の人はこういうふうに絵を描くんですよ。女の人はこういうふうに描くんですよっていうものを無意識のうちか意識的にか、まあ、誰かに習ってか、そういうものを習ってしまったがために、描き方を覚えてしまったがために、そういうなんか、見たまんまの感情じゃなくて、型に当てはまったことをやり出してしまう。人間はね。だから、やっぱ空手バラモンクラスになると、そういう、やっぱなんだろう、本来見えてたものが本当に見えてるんじゃないかと思わせてくれるような方ですよね、あの方は。だから本当のリアルというか、その男子さんの言うところのその、本物の部分。っていうかね、リアルなんですよ。リアルを感じさせてくれる人。でも、あれが本当にリアルなのか、それを演じてるかっていうのはちょっと紙一重ですけどね。だって空手さんだって、Facebook とか見てると普通にお子さんとかいるしさ、家庭もあるし、ねえ、どうなんだろうかっていう部分を感じさせるとこもあるんですけど、それも含めて幻想というか、やっぱプロレスって素晴らしいなっていうところですよね。空手バラモンのすごいところ。でも、リング上とかああいうね、映像の中でそういうリアルを感じさせるっていうのも、まあ、それはそれで素晴らしいことだしね。男子さんの言うところの本物というやつですね。本物っていうか本当の方っていうかね。そうそう。常識とか学習を身につけてしまった方が嘘なんですよね。嘘というか。本物ではない。無理をしているという状態という、ね。そういう考え方みたいですけどもね。だからもうすぐ今週末ですか。母の日なんていうのがありますけどね。よくスーパーとか多分コンビニとか行くとね、いろんな絵画飾ってあると思うのでね、ぜひそういう、小さい子がね、描いた本物の絵をご覧になっていただけるとね、人間は本来であればこういう目線で物事を見てたというものを再確認ができますんでね、よろしくお願いします。まあ、空手バラモンさんも同じことですよ。人間本来の姿というね、美化しすぎっていうか、まあ、美化してんのかな、わかんないけども、まあ、人間のリアルさというね、リアルな人というのもありますからね。さあ、椅子で打ち抜いていきます。まあ、この間、あんま話してなかったけど、すごいいろんなことが起きてたね。ただ、リバースをタイガードライバー。これは返していきます。リバースをタイガードライバー返されてちょっときついですよ。そして鼻を飛ばして、これは、シェーに行くとこでしょうね。はい、シュワッチ、シェー。そして、飛んでいきます。パルハバー。さあ、これは、カットに入ってきました。さあ、そして、吹本さんにタッチですかね。さあ。ラリアットを耐えます。さあ、そして椅子で、椅子を乗っけておいて、これはトップから飛んできますか？さあ、どういったものに飛んでくるのか。おっと、ここは椅子を抱えて起き上がってしまいました。椅子を投げつけてきますね。これは厳しい。さあ、そしてそのままなだれ式の、これはブレンバスターでしょうかね。ブレンバスター。だいぶきつそうだ。
さあ、葛西選手がカットに入ってきます。椅子でカットですね。さあ、そして、椅子を上げた、振り上げたところ、画像が読み込み中になっちゃいましたね。あれ、こっから先に行かない。ちょっとお待ちを。椅子を振り上げました。椅子を振り上げましたの次はないのかな、写真が。また写真続きあるな。これが何 ?3790。3700。ここか。ちょっとじゃあ画像開き直しましょうか。さあ、椅子を振り上げました。ところから再スタート。振り上げました。はい、次行きますね。そこで、マンモス関が取り返して逆に椅子でめった打ち。さあ、そして、吹本選手の首に椅子をかけておいて、そこに椅子攻撃。これは厳しいんじゃないですかね。さあ、そして椅子を敷いておいて、そこに、頭から落としていく。そしてさらにはシャープシューターでしょうか？画像が戻ってしまった。さらに新しいフォルダですね。1万枚を超えたということで。次のフォルダ。不便ですね、これね。写真の枚数が多すぎて。はい、シャープシューターに行きました。はい。すごい勢いで締め上げていく。これは厳しい。脳天から落とされた後のシャープシューターですからね。さあ、これはたまずギブアップですね。シャープシューターで試合決まりました。試合後も葛西選手と佐々木選手とのですね、視察戦を繰り広げておりました。で、佐々木選手ってこの段階では、そのフリーダムスのベルトを持ってたんですね。ベルトね、持ってました。で、この後、いつでしたっけね。この後の話ですけども、日野選手、海援隊道場の、日野選手が取ったんだっけね、ベルトね。はい。だったような気がします。はい。あんまりチェックしなくてすみません。ね、日野選手すごいですね。今、まあ、KOD のね、KOD じゃねえや、ストロンゲスト K のね、タッグのチャンピオンとしてね、まあ、海援隊道場のタッグのチャンピオンとして、まあ、レッスルワンでね、防衛戦を行ったりしてましたしね、なかなか、ここに来て日野選手ってなんか、ね、他団体で、こう、まあ、DDT ではね、なんか面白い役でやってますけども、なんかね、いろいろ動き出してますね、はい。昔はほとんど他団体にね、あんまり興味がなさそうな選手だったんですけどもね。で、試合後も収まりが効かない葛西選手が、なんと、服部選手に八つ当たりしてましたね。はい。それをリング上から見て、お前美味しいな、みたいなことをね、佐々木選手が言っておりました。ね、上がってこいよ、ということでね、服部選手をね、呼び込んで、まあ、地元ですからね、服部選手。もうかなり、それになんか、服部選手はもう、なんか、恐れたじろぐような態度でしたけどもね。はい。そして、島茂野選手もね、リング上がりました。でね、フリーダムス初の新潟大会ということだったんですけども、まあ、また次もね、新潟来れるように、そして、この時メッセをね、もっとたくさんの人をね、集められるようにということでね、いずれはこのね、ここ3分の1しか使ってないんですけどもね、全部ぶち抜きで、新潟プロレスさんにもね、協力していただいて、ぜひ、やりましょうということで、でね、言って、島茂選手も、よし、やりましょうということで、ね、ここで、よし、やりましょうということでね、言っておりました。はい。まあ、そういう日が来るのか来ないのか分かりませんが、ね、はい、みんなでね、
一団結して、まあ、新潟プロレス、そしてフリーダムスとね、協力してやっていこうということでございます。面白い構図ですね。新潟プロレスを飛び出して、花鳥風月に行った、服部選手と、そして新潟プロレスをね、でね、まだにやってる志賀慎吾選手は、こうやってね、一緒に手を挙げて、取り合ってるところ、ね、手を取り合ってあるところを見るとね、なんか面白い関係性なんだなっていうかね、普通ほらそうやって団体を飛び出すとって、円満か円満じゃないかってね、いろいろあると思いますけど、まあ、なんかしこりが残ったり、別に嫌いとか思ってなくてもなんか距離をがね、できてしまったりするもんなんですけど、なんか、戦うリングは離れたものの、まあ、離れたものっていうか、花鳥風月にね、志賀慎吾選手に賛成したりもしてるからね、そういうの縁もあるんでしょうけど、まあ、一応、たもとを分かった間柄ではあるものの、いまだにいい関係性が築けてるのかなという、なんかね、感じはしましたね。試合後もね、なんか、私のブログの方に写真載っけたんですが、あれスマホの方の写真だから、こっちにはちょっと入ってないんですけども、コシヒカール選手と、服部選手と、志摩茂の代表ね、3人のね、なんかトリオの写真みたいなものをね、皆さんにね、こう、写真応じるような感じでね、1枚のフレームに収まってましたからね。うん。なんか、不思議な関係性というか、いい関係なんだな、という、感じですね。はい。そんな、フリーダムス、ね、大会でございました。はい。ぜひね、まあ、こんな感じで、どんどんインディー団体さん、昨年もね、道の駅プロレスだったり、大日本プロレスですか、ね、新潟大会開催されてね、今までなかなかその大日本とかって、東京では、まあなんかちょっと縁がなくてね、見に行く機会なかったですけど、こうやって地方だったらね、やっぱ全然ね、見に行けちゃうんでね、どんどんね、来てほしいなってありますし、で、一応新潟県的な話をすると、今年の9月ですかね、松山勘十郎さんのね、自主興行はね、新潟大会、新潟、田上町ってとこで行われる、その、松山勘十郎さんのね、地元なんですけど、出身のね、ところでね、やるという大会もありますし、そして一応大日本プロレスも、ちょっと日時は私わからないんですが、夏頃、秋か夏か秋かわかんないですけど、ね、新潟市の方でやるみたいなね、話もありますし、当然、まあメジャー団体もね、数多く、今月ね、上越にノア、そして長岡に全日本、7月には新日本プロレスの新潟市体育館大会もね、ありますんでね。まあ、ぜひご覧になっていただけたらいかがかしらと。私も時間の許す限りね、ちょっと上越まで行くのちょっと遠いんで、まあ、中越下越地方ならば、ながらね、足を運びたいと思いますんでね、その辺チェックしたものはお伝えしていきたいと思います。はい。以上でございますけども。ちなみにだから今月の28日だっけな。26だったかな ?8 だったかな、まあ、そんぐらいに、全日本プロレスのあおれ長岡大会がね、ありますんで、それまで、私、ちょっと東京に行ったりすることもないので、プロレス観戦をね、しばらく2週間ぐらいですか、お休みでございますんでね、まあ、その間ちょっと配信の方も、またしばらく間が空いてしまいますけど、まあ、その間にね、いろいろ、なんか映像の蓄えとかね、ぜひできたら良いかなと思っております。はい。そんなとこでしょうかね。で、どんぐらい、二工業喋ってどんぐらいになったの今日は。あ、これは、ギリギリっていうか、あれだね。普通の方は、かな。配信の方は、途中で止まっちゃったから、録画止まってんのかな、これね。ローカル録画の方でも、まもなく3時間になりますんでね。録画だけで3時間番組になってしまいますね、今日はね。はい。途中でちょっと回線不安定とかで、ね、何回かっていうか、配信が止まったりして申し訳ございませんでしたが、多分録画でご覧の皆さんはね、多分ぶっ通しでちゃんと撮れてると思いますんで、大丈夫かと思います。はい。まあ、そんなところで、録画でご覧の皆さんはこの辺でということで、お別れでございます。次回はだから、全日本プロレスの青森長岡大会が終わった頃に、配信できれば良いかなと思います。
プラススーパージュニアの開幕戦もね、被っちゃうかもしれませんが、二工業やるの結構きついね。なんかもう喉もガラガラですしね。ね、ほんと。はい。まあまた、5月の終わりか、6月の頭に、お会いできればと思います。まあ、余力があればその間にもね、特にノーテーマの配信もできれば良いかと思うんですが、なかなかそこまで力もありませんので申し訳ございませんが。はい。まあ、もしお会いできれば近いうち、そうでない限りは5月終わりか6月ということでよろしくお願いいたします。それではまあ6月で終わる皆さんはこの辺でということで、ありがとうございました。そうじゃない方は、もうちょっと続きます。